UD でストリートファイターオールバトルスーパーストリートファイター 2X トーナメント始まります。はい、皆様こんばんは。ストリートファイターシリーズ全てが集まるチャンネル UD でストリートファイターオールバトル、スーパーストリートファイター 2X からストリートファイター5までその歴史を築き上げてきた猛者たちの戦いをお届けする夢のチャンネル、その記念すべき第3回目がやってまいりました。本日進行を務めさせていただきます吉尾です。よろしくお願いいたします。はい、皆さんありがとうございます。そしてですね、本日もう一人マイクを持ってもらいます。トネピーです。はい、実況解説補佐としてやらせていただきますトネピーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、はい、この UD リーストリートファイターオールバトルね、もう はい、やっておりますが、今日は3回目となります。はい、本日の、プログラムはですね、このメンバー見てわかると思いますが、はい、ストリートファイター 2X のトーナメントでございます。はい、ストリートファイター 2X のトーナメントを用いまして招待選手8名によるトーナメントを行います。はいですね、チャンネル放送は、冒頭かなりに長めにですね、無料枠を設けております。どなたでもご視聴いただけます。1回戦はすべて無料、その後のルーザーズの途中より会員限定となりますのでね、この機会にぜひご入会いただきすべての対戦をお楽しみください。はい、でですね、はい、じゃあで本日がまず X なんですよ。はい、で、ま、前回見ました？見ました。全部見ました。見ました。はい、でですね、このように、まあ、最初は初回なんで、はい、皆さん2から5まで集めて、バッとエキシビションやりましたと。はい、で第2回目サードやりましたと。やりました。はい、で今回は X、特設日ということで今日は1つに、やりますということで、はい、まあ、今後もですね、出てきますかね、今後も、こうやってストリートファイター系のイベントやっていくんですけど、そうですね、まあ、いいですか、私唐突なんですけど、はい、いきなりまず感想を言わせていただくと、はい、前回の、ね、前回のイベントの、まず画像出ました。はい、画像、はい、月3回から5回放送です。盛りだくさんでお届けしておりますということと、はい、次はね、はい、あっちにと、はい、次、はい、エキシビジョン、トーナメント東西戦 2on2 のね、どんな区別も面白いと思うんですけど、今後いろいろ企画を立ててやっていきましょうということですね。そうですね、はい、で、リーグ、はい、UD で言えばですね、あの他社さんのゲームなんかも、はい、まあ、リーグ戦やってますけど、まあ、そういうのもあり得るという話 で、ね、今流行りのね、あの長期戦をやっていこうということで、そうそうそう、やっぱリーグ戦はリーグ戦でやっぱ一発とだいぶ違いますんで、はい、そういうのを見ててね、やっていきましょうと。はい、であと、まあ、トークライブ、やっぱりね、梅原さん絡みもありますけど、はい、一つのおじさまたちの長年の蓄積のトークが面白いと、うんちくがね、もう溜まってますからね、溜まってますから、はい、こういうのはまあ非常にサードなんかも面白いもんね、はい、すごくね、聞いてるとね、ユーモアもありますからね、そうだね、ユーモアもありますね、はいはい、というのがありますんで、こういうのをまあ一緒に、いろいろ一緒くたになってやっていきましょうという番組でございます。はい、はい、そして5、ハテナハテナ出てきました、小出しじゃないと謎の企画も進行中ですので、はい、ぜひご期待くださいと。今後も、はい、で、まあ、前回は2から5まで、あ、前々回ね、はい、前々回は2から5までやったってことで、まあ、私かなり喋らせていただいて、はい、満足しました。非常に満足、非常に満足しました。はいはい、あのメンバー集まってね、でほとんど知り合いって僕だけなんですよ。はい、あ、だから非常に俺得みたいな感じの番組だったんで、まあ、僕はすごい面白かったんですけど、当然見てる人たちもね、盛り上がってたで、はい、竹を見るときに盛り上がってたってのがあるんで、すべてにおいて満足していただけるということですね。ストリートファイターの歴史をね、ぜひここで感じていただきたいというところでございます。
はい、という、まあ前トークは、ここらでにしまして、ここらで、はい、早速、本日のルールを説明していただきましょう。はい、お願いします。はい、まずですね、3ラウンド制で2ラウンド選手でございます。そして3試合選手です。はい、3試合選手、いわゆる3先です。はい、で、これをですね、3先でやっていってダブルイリブありという、はい、形でやっていきますと。だ結構長いですね。これ結構長めの時間を取っております。一つ早いんですけど、まあ、このルールだとさすがに早いですね。1試合は早いですけど、さすがにこのルールはちょっと長いです。はい、はい、ボタンの不具合などがあった場合は、即時申告していただきます。はい、一度試合を中断し、新たに再試合と、させていただきます。ですね、キャラなんですけども、最初が申告制です。はい、で、負けた側のみ変更かというところで、はい、こちらですね、カプコン、プロツアー等と同じルールと、させていただいておりますと。でですね、今日の目玉なんですけども、試合順、はい、試合順がまずくじ引きです。はい、まずくじ引きで、名前を引かれた選手からですね呼びますけども、はい、その後、ニコニコのですね、アンケート機能等を使いまして、はい、見たい組み合わせ、はい、見たい組み合わせをですね、アンケートしまして、その結果でまず最初に引いたくじの人の相手が決まりますと。はい、これなんです。視聴者参加型大会ということですね。視聴者参加型大会ですけど、はい、まあ、現場の空気も考慮に入れるかもしれません、はい、現場の空気もなので、今隣でちょっとよだれ垂らしているユーツがいますけど、はい、あの隣このよだれがちょっとこう空気を、ね、与えるかもしれないということですね。はい、はい、ということで、まずくじを引いた後アンケートして決めたら、はい、まあ、2人決まりますと。決まりますね。そしたらその2人はくじから抜いて、はい、また次くじ引きますというようなね、そういうような形でやっていきます。はい、よろしいですか。よろしいでしょうか。はい、よろしいですか。はい、よろしいですね。皆さん質問ないですか。はい、特に皆さんがこの大会の組み合わせを決めるということですね。はい、そういうことですよ。はい、はい、それではですね、いよいよ、選手を呼び出していきますので、はい、はい、こちらトレビーさんお願いします。はい、あるのか、オートチューン。を持つ男、アニケン。さあ、伝説の玉打ちが今ここに、白虎の神髄を見せてくれ、オゴー。平成流の第一人者、老害どもはぶっ倒す、サソリ。キャラさは気合で覆す、変幻自在の攻めを見逃すな、コモダブランカ。ストツーあるところにこの人あり、生涯現役宣言、ゆうべが。横綱といえばこの人、世界を沸かせた張り手を見ろ、クスモンド。最後にガイルへの愛と独自の理論で目指せ完全対応、小高商店。さあ、ということで、8名お送りしましたが、はい、いや皆さんそれぞれの表情が良かったですね。良かったですね。良かったですね。はい、ではですね、早速、くじを、引きまして一番の方をお呼びしましょうと。そうですね。はい、いうところでございます。さあ、この8名の中から最初の引かれた人と、戦わせたい人ということでアンケートを取りまして、はい、それにしてもあれですね、相変わらずこう小高が狙ってちょっとこのね滑るっていうところは、まあ、天然なんでね。良かったですね、本当ね。さあ、くじが。さあ、くじがやってまいりました。じゃあ、どうしましょう。まず、じゃあ、ちょっとシャッフルしてもらって。そうですね。さあ、これ結構、誰が有利か分かんないルールですよね。さあ、じゃあ、私が引きますよ。よっ。
はい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 。さあどなたでしょうか。最初は覗きに来ない。さあ小田さんです。はい、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 小田さんです。さあちょっとね、インタビューをしつつ、はい、じゃあ小田さん、まず最初に、引きましたということでよろしくお願いします。はいはいはいさあじゃあちょっと今からですねアンケート等を取りつつ、まあ、現場の空気も読みつつ対戦相手を決めていきますということですけども、はい、まず本日のどうでしょう意気込み等は。意気込みはとりあえずなんか海外出張ばっかりでやり込み不足がちょっとかなり否めないんですけど、はい、まあそこは持ち前の気合で全員倒す気持ちでやろうと思ってますので応援よろしくお願いします。お願いします。さあ今のところやりたい相手やりたくない相手等々は。いやもうやりたい相手としてはやっぱりまあ剣剣と剣龍、まあ龍剣ですね。龍剣とやりたい感じですね。なるほど龍でもいいと、はい、龍剣とやりたいってやっぱりまあブランカってあのちょっと筋肉マンではブロッケンジュニア的な位置なんで、まあ、筋肉マンかラーメンマンかテリーマンあたりを倒してやろうかなとなるほど。さあそういうところで来ましたが、さあ他にやりたくない相手等はいますか。やりたくないのはやっぱりキャラ的に正直言って絵的にも面白くなくなってしまうであろうブランカだったら、まあ、ホンダ、チュンリー、サガットあたりはそうですね。ホンダ、チュンリー、サガットあたりですかね。なるほどなるほど。はい、じゃあアンケート出てますので、ご覧の皆様ですねぜひ投票していただきたいということでよろしくお願いいたしますさあどうですか現場の皆さんはどこが見たいとかありますか。さあアニケンさんはさっき今回というような発言をしてましたけども、もうしっかり倒します。しっかり倒します。もし対戦することになればはい、いうことで、さあさあさあ盛り上がってきておりますが、さあ出ましたかアニケンさんです、ね、あやっぱりアニケンさんですね。あやっぱりアニケンさんアニケンさんになりますね。いや決まりました第1試合。はい、さあ小田ブランカ対これは負けられないですねということで、はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あじゃあアニケンさんも一言いただきましょうか。はい、今日は、優勝する気満々で来てますんで、はい、小田さんといえども勝ちたいですよろしくお願いします。よろしくお願いしますはい、アニケンさん的には、はい、割とブランカ待ってましたみたいな。まあ、誰と当たってもどんとこいみたいな感じなんで、もう覚悟して来てますんでもう武者震いがブルブル来てます、早く試合がしたいですね。はい、さあ、あとそうですね、結構今まで大舞台でも当たって、はい、しかもですね、はい、4ラウンド目までもつれ込むような、はい、かなりいい試合をやってきましたので、そうですね、まあ、ちょっと大会ではね、小田さんにやや押され気味かなっていうところもあるんで、なるほどなるほど、その、まあ、野試合ではもっと押されてるんですけどもなんとか一発勝負の強みで、はい、勝ちたいなと思います。よろしくお願いします。はい、アニケンさんです、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ、第1試合は決定ということで、すみません、ちょっとしばらくお待ちくださいということですね。では引き続き、はい、他の組み合わせですね。アニケンさん抜きました？あ、出たら抜いちゃう感じですか？はい、まあ、アニケン対コモナといえばね、本当にですね、今までいい試合多かったですからね。さあ、誰もが、じゃあちょっと次は右目からいきます。ほい。さあ、続きまして、ドン。はい、クスモンド。クスモンドさんでございます。さあクスモンドさん、じゃあちょっと準備をお願いしつつ、はい、じゃあ、クスモンドさんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ2人目に引かれましたが、はい、どうでしょう大会の順番的にはまずまずというところでしょうか。まあ緊張はちょっとしてるんですけど、はいはいはい、まあ、第一試合よりはいいかなと、はい、なるほどなるほど、まあ、第一試合がビッグカードなんで ね、 そうですね、ちょっと、はい、緊張がほぐれるかなというような気はいたしますが、はい、はい、本日の意気込みはどうでしょう。いや、まあ、今回自分がある時間なりには、まあ、頑張ったつもりですけど、はいはいはい、ただキャラ対策的にはやっぱり偏ってるので、とりあえずは
ホンダが自分の通りに、まあ、動けるようにっていうところだけ集中してやりました。なるほどなるほど、はい、さあ割とね楠本さんがそこそこゲームできたっていうのはちょっと珍しい感じですのであの、まあ、いつもねお忙しい方なんで、はい、まあ強がりかもしれないですけど、ね、ちょっとねこれは期待できるんじゃないかなというのは思います。さあキャラ的には当たりたいキャラ、はい、当たりたくないキャラ、まあ、当然龍拳あたりはあるでしょうが、まあ、正直今回の大会は僕はやっぱお祭り的なところがあると思ってるので、みんなが見たい対戦っていうのをやっぱり自分なりにしっかりこなすっていうところをやりたいなと思ってます。はい、じゃあ まあ、もしみんながあの飛び道具をやっぱり倒そこ見たいっていうのであればそこに向かっていく形を見せたいし、なるほどなるほど、まあ、待ち合いをがいいっていうのであれば、まあ、そこはしっかりちょっと頑張ってと思ってます。はい、はいはいはい、なるほど、非常にありがたいお言葉を聞きました。はい、見た目もイケメンなら中身もイケメンとはねよく言われておりますが、さあ、準備の方はどうでしょうか、できますか。さあ現場的には誰がやりたいとか、ネット対戦が切れた。はい、さあどうでしょう、割と他の人たちは先ほどに比べるとちょっとおとなしめという感じですが、さあホンさあホンダとやりたい人はいるんでしょうか。最近ねゆうべがさんあたりかなりホンダに対してこう憎しみを持ってやっていたという。ホンダベガはホンダかなり有利って昔言われてましたけど、はいはいはい、ゆうべがやその他のまあ大阪も村ベガ紫ではいますけど、はい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 、ものすごい上達というかホンダの詰め方がえぐつなくて、えぐつですよね、もう小中大どの続きを打ってもピオらせれる、見てからピオらせれるというかそういうタグを持ってたりとかもするんで、はいはいはい、正直もうこっちはもう気が気じゃないという状態ですよね、はい、昔の時代とは本当違いますね逆に、はい、うん、まあ、さすがに、ね、ホンダ有利は覆らないような気はしますけど、うんうん、そういう状況っていうのはありますけど、うん、もうそこに持っていくまでっていうか、もうしかも向こう転ばしてくる手段いっぱいあるんでいっぱいですからね。もうひとときも気は抜けないというところになっておりますが、はい、さあさあ他のキャラは、サガットなんかもちょっと難しい感じですよね。サガットはそうですね、はい、対策がどこまで取れてるかっていうのもありますけど、はいはいはい、まあ、絵面的にどこまで面白い対戦かっていうとちょっと難しいかもしれないですね。確かに、はい、結構地味なところあるんで、はい、来ました来ました、はい、アンケート来ましたのでね、ここはじゃあ皆さん一つお願いしますと。だって僕ちょっとサガット使ってて、はい、結構ね本田戦やったんですよ、はい、あれすごい地味なんですけど見るとこ超あるじゃないですか、はい、もしだからこの組み合わせになったらそこは私がフォローしていただければ。ただ見た目地味なんですよね、はい、すごくなんか僕それやったらもう圧倒的にガエル戦の方が大好きですねおかしいかもしれないですけど非常に、ね、見た目地味なんですよ。上タイガーをずっとしゃがんでるホンダみたいな絵面になっちゃうんですけど、さあ出ましたか、王郷さんですね。お、これは王郷さんになりそうな感じでしょうか。さあ、オゴ 28.1% ということで、そうですね、はい、ではオゴさんに決定ということでよろしいですか。はい、じゃあちょっと、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。頑張ります。はい、はい、じゃあオゴさんです、よろしくお願いします。あ、これですね、はい、意気込みとか、意気込みとかですね、はい、じゃあまず意気込みお願いします。はい、ホンダあんま得意じゃないんだけど。そうでしたっけ。いや、やんないだろホンダ戦。まああんまり数はないですね、はい、うん、だけどまあなんかほらきついのいっぱいいたからだから、それに当たるよりはだいぶマシかな。あ、確かに確かに、はい、うん、ちょっとボーナスステージと思って頑張る。はい、はい、もうかなり強気な発言出ましたが、いただきましたね、はい、やっぱりいつも通りという感じですね。はい、はい、さあということで8人中4人まで決まっていきました。はい、はい、じゃあ残りいきましょう。引き続きこちらですね、はい、ドンドン、はい、さあ引いたくじは誰になるでしょうか。小高、小高ですね、小高です。さあ、はい、小高、さあ小高商店になりましたよ。小高来て、はい、来て来て、小高来て、はい、小高
変なこと喋って小高にマイクを渡すと非常に不安になりますけどさあ小高商店です、よろしくお願いします。あ、はじめまして、商店です。はい、いやなんかね、いつかのいいとも最終回にちょっと紛れて劇団ひどり入っちゃった感じなんではい、まあその、まあ、要素をこれも必要なんだっていうのをちょっとまあ疎通の良さと、はい、まあ、ガエルの良さを出せればなと思います。はい、視聴者の皆さん、ご覧いただきましたでしょうか。これが小高商店でございます。はい、まこれが小高商店です、よろしくお願いします。お願いしますさあ、まあ、コメントも、まあ、出際なんで、コメントもね、はい、はてな出てますけども、はい、じゃあ今日は何、とりあえず残りのキャラがいますけど、やりたかったキャラいますか、やりたくないキャラ。いやちょっとまあ無敵ガエルからのちょフラグメールが怒涛のように来てて、今日ああ来てますか。はい、まあちょっとさんをガイド枠で呼びたかったんですけど、ちょっとまあ、出られないということで小高に投げたというところが、まあ、本人今ネタバレしてるんで、まあ、そう言います。はい、あんま言っちゃいけないところ。いやでも大体わかるよね。はい、ということで、さあ出ましたね、チュンリー、リュウ、ベガと出てますけど、どうですか、どれがいいですか。いやこれはここまで来ると正直あこっち正直まあ関東勢、まあ、ゆうべがサソリよりはって感じですか。いやまあここは、うん、まあ腹どす黒チュンリーとまあどす黒さはあれ宇宙一なんで間違いなく。いやちょっと会話しただけでも、うん、あのね、会話の判定が強いんで会話のね、あのこうやってくんですよ。ちょっとね、あの判定ちょっと強いんで、はいはいはい、ちょバックソバットでもちょっと判定負けするかなっていう。なるほどなるほど。まあここはまあ宇宙最強のチュンリーと。さあ出ましたが、おリーを上回って音チュンになりそうな感じですね。 39.3% ということで、はい、では、第3試合は小高 VS 音チュンということでよろしくお願いいたします。まあ、出来を見せます。はい、じゃあ音チュンさん、すみません、よろしくお願いします。あ、どうも皆さん、音チュンです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんかちょっと小高から失礼な発言があってちょっとすみませんというか、小高君さっきまではすごくね好青年で優しい人だったんですけどまさかねカメラ持つと、カメラの前でマイク持つとこうも変わるとは、これが噂の小高語録というやつですね。でもね、こうやっぱり指名されたからにはやっぱりいい試合して、はい、あ、そうですね、はい、あのムテガエルさんともね、やっぱりこう昔からちょっとやってたんで、ね、はい、その意思を継ぐ小高ガエルとね、いい試合してこう皆さんにね、こう納得してもらえたらと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。ちなみにガエル戦の自信はあります。お、ありますということで、はい、音チューンやからはい、では素晴らしい発言いただきました音チューンさんでした、ありがとうございます。はい、ということで、この9時が最後まで残った2人2名ですね、はい、サソリさんとゆうべがさん、お越しいただいておりますが、サソリさんとゆうべがさんということで1回戦、そうですね、はい、じゃあ 第4試合は、サソリ VS ユーベガということで決定しまいました。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、じゃあユーベガさんから意気込み等お願いします。バイクこっちですね、あ、バッカのことですね、あ、意気込み、まあ、もちろん優勝狙って今日来たんですが、はい、ちょっと恥ずかしいことに最近ちょっと練習不足で、そうですね、ちょっと今日久しぶりにお会いしたという、そうです、バーサスも3ヶ月ぶりなんですよ。はい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 、ただまあさっきちょっと練習して音中にボコボコにやられましたんで今火がついてます。わということで、はい、まあ、今日はそれをバネに、頑張りたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみに流線はどうでしょう。流線、
あ、もう勝ちますよ。はい、勝ちますよ。勝ちますということで、はい、気合だけで。気合だけで、はい、はい、ということで、はい、では指輪さんです。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さとりです。よろしくお願いします。さとりさん、さとり選手です。15年前ぐらい、まだ僕 X やってない時に友達にもらった DVD が X マニアガイデンっていうんですけど、はいはいはい、有名な DVD ですね。ガイデンに出てるメンバーしかいなくって、そうですね、で僕と小高が梅原ムテガエル枠なんです。そうですね、まあ正直に言えばそういうことですね。なんでちょっとあの何恥じぬようにそうですね勝ちたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ちなみにベガ戦は楽勝です。はい、サトリ選手です。よろしくお願いします。はいはいはい、じゃあ長らくやってまいりましたがついに組み合わせ決まりましたと、はい、はい、いうことで、こう組み合わせ表なんですが、ちょっとしたら、はい、ちょっとしたら、はい、今ちょっとしたら上に出ますということで、はい、じゃあ選手は投稿者コメントの方でリンクが出ますので、はい、じゃあ選手呼び出しますんで、はい、まずじゃあ呼び出しお願いします。あ、普通でいいですか、普通でいいですか、兄貴さんですね。あ、普通でいいって、普通でいいって、菰田さんと第一試合ですね、第一試合、はい、菰田さん対兄貴さん、じゃんけんで 1P、2P 決めていただいて、あ、2も話し合いの結果があると、はい、もう話し合いで兄貴さんが 2P だということで、すみません、最後にもう一言だけ、はい、お願いいたします。いや、まあそうですね、頑張ります、気合いっす。はい、あざす、小村さんです。ここ映ってる。大丈夫です、はい、菰田さんはずっと、ライバルとしてやってきたんで、恩返しの意味でもいい試合をして勝ちたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあやってまいりましょう。さあこちらの準備はもう大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。はい、では、話の結果 1P 側に菰田ブランカ、選手の、あ、キャラもございますよね。はい、ブランカアニケン選、はい、2P 側がアニケンということで、さあ UD でストリートファイターオールバトルスーパーストリートファイターズ X2 招待トーナメント始めていきましょう。スタートボタンよろしくお願いします。あ、クレジット、すいません、クレジットね。まあこのはい、菰田ブランカ対アニケン、スタートボタンよろしくお願いします。さあ見ていきましょう。ステージは DJ ステージになりました。ワンピー側に菰田、あ、そうか、あだね、実況はトネピー決めていきましょう。はい、お願いします。はい、お願いします。さあローリングから半角が決まる、ピオール、まさかのピオリからスライディングで決める。今のピオールは結構珍しいと思うんですけどね。近い、割とね、半分ぐらい行くよね、はい、半分ぐらい行く。さあしかしちゃんとね、歩いて大変してね。さあスワードで避けて、あ、どうけね、相打ちを取る、飛んで、このね、ローリング、来ましたね。そう、紙に行ったところに反応で怪しい。あ、そう、対空で投げる。さあっと1テンポ待ってからしっかり見せていく兄貴。いや、なんさ、結構平然とやったんですけど、かなり難しいコンボ。あれですね、あのコンボ超難しいですからね、はい、
波動拳が出ないように立ちないパンをしなきゃいけないということで、すごい難しいコンボです。さあ見せていくぞ兄くん。昇竜で切る、近づいてローリングしっかりハンク取って、あ一文字じりじりしてる。昇竜で切り返す、小足から刻んでいったところにローリングと一文字が打ち、さあ昇竜に最初巻き込まないようにね、1試合目が田村さんめちゃくちゃ仕掛けたという感じですけど、はい、アニケンさんすぐリズム変えてきましたね。変えてきましたね、早いですね、順調がね、これは。さあいつもの2人の対マンという感じですけど、さあ3試合見てからは歩いてガード、落ち着いた立ち上がり、波動拳固めて、先ほどとは変わってちょっとお互い硬いです ね、 ですね。これで波動拳が打てればってことですね。1試合目が結構波動拳ありちゃったんで、あ噛んで噛んで、スライディングはガード、画面端追い込まれているが切り返す、一文字冷静にガードしている。さあここで昇竜が来た、昇竜下がってるので入るぞ、さあトリガーを、さあこれはちょっと歩いた、いやこの判断の速さですよね。まさにあの波動拳に大パンが当たらなければすぐ検定なんですけど、うわっ夜一気にこれ2コンボで9割、しかし諦めてはいない大足。結構ねこのだから波動拳に大パンでペース逃げるかどうか決まるんですよ、はい、そうですね。だからスカッタンでアニケンさんになるかなと思ったんですけど、歩きましたね、ちょっとあの食らいながら曲がる気でしたからね、はい、いやーこれはすごかった。さあ2本取ったのはコーダブラグ、気合の前歩きそして膝やっていくという気持ち、これも見えますね。さあ前に歩いてかかとはガードして、相打ち、さあどう攻める、うわーそれまた打つ、どうだ削り切れる、今2-1ですよね、はい、はい、2-1です。さあここからテンポ取り戻していきたい、さあカニマクローリング打っていく、しっかりトップスピンで追いかけて置き攻め、噛み返す、飛んでいる、ちょっと飛びが鋭すぎないか、さあ歩いて昇竜から鳥かごに行く、投げる、さあちょっとレバーガチャが過ぎたかもしれないが、さあバックジャンプはとがめて裏からめくって昇竜、めくって引っ張ったところに昇竜拳、兄拳取り返して 2-2、いきなり熱い戦いになっている、いきなり熱い上に終わりですね。これで最終戦です、これで最終戦ですよ。ダブルイルミとはいえ、はい、今のもね刻みから掴むかとかちょっと悩ったと思うんですよね。難しいですね、あ髪は通さない、怪しい、さあ切り返す、アニケン勝利を打っていく、画面端に追い込んでいるのはコモダブランカ、昇竜ねじ込んで、さあ押されているが、ちょっと前飛びで少なかったですからね、外野足、ファイヤー昇竜やっていきますね。さあマッチポイントだが、チューチューロリング入ってまだピオランない、珍しいが外野足差し込んで、さあコモダブランカが神に行く、あそこから神にも行くこれはもうコモダさんならではですね、これは心を折りに来る神、さあ相打ちだと分かんないぞ、いっさあしっかり勝利待っていた、はい、普通の投げはさせない、ダイヤ鋭い相打ちだぞ、どうなの、さあ波動でテンポを作っていくのか、さすがに飛んで、どうだ、ガード、さあ勝利へしっかり出る、ここは最後我慢した、さあ勝ったのがアニケン三氏ということになりました、おめでとうございます。がっちりと今熱い握手が来ましたね、ナイスゲームという感じで、すいません、で勝者側からちょっとコメントをいただきましょうということになってますので、さてアニケンさんだけそれで勝利コメントお願いいたします。いや勝利コメントとなると、いや駒田さんだからね、はい、
しっかりした対戦になったと思うんで、僕もそれに応えようと思って、力いっぱいやった結果です。どっちに転ぶか分かりませんでしたんで、はい、決勝で待ってますと言いました、友田さんが。なるほどなるほど、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いい試合ながらも、まあ、はい、いつもの怠慢でもあり、そうですね、その延長でのこの結果みたいなね、そうですね、ありましたね、この場限りではない、うん。さあ、ちょっと重みがある、ね、大会の上での、ね、試合でございました。歴史が見られてましたよね、はいはい。では第2試合、読んでいきましょう。クスモンド選手対王選手ですね、はいはい。さあ、 1P、2P はじゃんけんをしますか。さあ、どうしますか。話し合いが行われているじゃんけんになった。さあ、勝ったのはさあ、お坊さんが勝ったので 2P。 さあ、 2P に来ました。じゃあ、そうですね、試合前のコメントですかね。 2P 取っちゃったんでねゴールドセイントっぷりをはい、はい、お坊さんです、よろしくお願いいたします。はい、いや、緊張しますねしかもこの小郷君と対戦するなんてね、この大きいところで初めてなんで。ああ、そうですか。はい、はい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 、とにかく、まあ、やれることを頑張ります。まあ、会場を盛り上げたいと思いますので、はい、皆さんよろしく応援お願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、ということで、さあ、ギャラリーもなんかちょっと続々となんか集まってきてますね。集まってきましたね、ギャラリーがね。はい、さあ、ということで、さあ、お二方準備はよろしいでしょうか。 1P 側にクスモンド選手、 2P 側に小郷選手座りました。さあ、スタートボタンよろしくお願いいたします。さあ、1回戦第2試合、これもなかなか、これクスモンドさんがなかなかないって言ってたんだけど、確かにこのホンダサガットってなかなか見ないですよね。難しい、難しい、はい、私、一つ業界ではこの曲で 4-4 と解説してますけど、どちらも不利と、どちらも不利という感じですね。さあ、その中でこの形になるとさすがにサガット、いや、結構こうやって詰められちゃう、ね、詰められちゃうともう非常にきつくなってくるので。しかし、大郷さん、これアパが出てますね、出てますね、相当しっかり台無し、あまで押して上が絶妙、ね、下タイガーを見てから抜けれはしますが、かなり厳しいですよ、はい、抜けれってところ頭突きですね、はい、この頭突きで抜けれるんですけど、見てからがどこまでいけるのかっていうところですね。アパか、しっかり出るぞ。アパカをガードした後の読み、アパカ、頭突きをガードした後の読み合いもまた熱いですね。そうですね、はい、うん、結構ね、そのまま素直に打つと飛ばれちゃうんですよ、はい、でも引きつけて打つと今度は下が、あっと、これはバックジャンプすると、あっと、ここは1になる。さあ、どうするか、バックジャンプ大パン、素晴らしい反応でしたね。さあ、第1試合は大サガットが取っているが、これちなみに頭突きをバックジャンプした後、はい、コンボを下タイガーの外ピヨンですよ。で、あれ上の方がいいじゃんと思うんですけど、はい、上なんか当たんないですよ。上はホンダののけぞりが変なんで当たらないですね。なので下にするとピヨンですよ、はい。さあ、開幕かなり重要なんですが、開幕は、ね、難しいですよ、はい。百列とコパンとかでタイガー潰されたこんな感じです。そうですね、百列出しっぱにしてると下タイガーの出際の暗い判定に当たっちゃうんですよ、はい、うわーっと、またしてもまた、これは削り、バックジャンプがあるんでね、迂闊にも打てないですね。だからやっぱりこう見てから行かないといけないですね、はい、かといって張り手とジャンプで押していくとサガットの対応にやられてしまうということがあるんですが、さあ、上固めていく、この距離ですよ、この距離は見てから難しいですよね、はい。さあ、ゼロドット、ここは頭突きが待ってましたと言わんばかり。さあ、クスモンド、ここから
球と、まあ、下がりのリズムを読んで、うん、どんどん押していきたいですよね。ポイント完璧ですね、はい。さあもう少しやっぱだからあのハリックとも、ね、はい、使って押していきたいというところと、ちょっと近いところでは別の手段で、ね、北大が潰すとか、はい、まあ、そういうところを行きたいですよね。さあ開幕飛んでいく。さあしかし今度はクスウォンドさんが先手を取っていきました。刺さるガードしてまだピュアらないが近づいていく。あーっと垂直なんですよね。そしてめくりから最大、無敵時間はスパコンがサガットの方が長いですね。ですね。ちょっと垂直ジャンプは結構大キックが強くて、あれってちょっとズッキー打っちゃいけないポイントなんですよね、はい。かといって張り手で突っ込んでも潰されるという。いや張り手はでも相手の方がいいんですよ。だから出すんだったら張り手の方がいいです。さあそんな対応を見せているんですが、アパカ合わせる。これはちょっと折りに来ましたよ。外野手からスパポンは出なかったが、ドロットは厳しい。あーこれはもう削り確定圏内。勝ったのはオゴサガット。ちょっと矢谷さんだけすいません、一言お願いいたします。いやなんとか勝てましためっちゃ緊張したわ2回戦も頑張ります。はい、ありがとうございます。オゴさんでした。ありがとうございます。さあしかしちょっと完璧な本田戦でした。はい、まあ、割と本当にですね、世の中の一般論だと、はい、サガット本田って、はい、みんなお互いフリフリ言ってるんですよ。お互いの使い方がお互いフリフリ言ってるんで、はいはい、実は以上なんじゃないかって感じだったんですけど、はい、ちょっと今回はちょっと大郷さん上回りましたねという感じでございます、はい。ということで続いて、はい、うん、第1回戦第3試合、はい、お送りしていきましょう。小高商店対オトチューン、さあお越しください。1P、2P はもうお決まり、はい、ということでじゃあ、試合前の一言お互いお願いします。1P、2P はもうお決まり、はい、ということでじゃあ、試合前の一言お互いお願いします。まあ疎通会のサンマをちょっと焼きたいと思います何どういうこと、まあ腹黒男チュンリークソ野郎をちょっとぶっちまいします。はい、小高です、よろしくお願いします。まあここまで言われたら勝つしかないと思いますね、こういう配信なんで皆さんに分かっ一つをねやっぱ知ってもらおうといい試合をと思ったんですけど、ここまで言われたら勝ちましょうはい、音千恵さんです、よろしくお願いします。ということで、はい、固い握手から、1P 側が音千恵さんで 2P 側が小高商店という形になっております。はい、そのはい、どうぞ。はい、ではスタートボタンを押していただきましょう。さあ、このガイル・チュンリーなんですが、これは吉尾さんに任せた方が良さそうな気がします。まあまあまあ、結構ね、やっぱね、割と関東の間でもチュンリークソ野郎ってみんな言ってますからクソ野郎言ってますけど、まあ、音ちゃんさんそれ当然知ってますからね、はい、それを知ってこんだけ勝ってるというところなんで、ぜひそれ見ていただきたいんですけども。しかし小高商店さんもこの先ほど言ってましたけど、バーターとして来たいですよね。チュンリーさんが相当やってますからね、はいはい。さあお互い打ち合いになって、チュンリーのゲージが溜まるまでが勝負か。そうですね、チュンリーのまずゲージが溜まる前に飛び込み決めて、このパターンは一番勝ちパターンです。なので今のところ小高は勝ちパターンですが、あ、これは頑張って打ちました。くぐれない。うまい、投げ返した。ちょっと機械さんばりの投げ返し来ました。いやチュンリーの方が投げ前は存分に広いんですが、はい、そこでも投げ返した。さあ詰めて、悪くない形ですよ。悪くない形です、はい。さあ力相打ちから、相打ち、まずこれを狙っていくのがチュンリー側としては基本行動。しかしゲージが溜まったので、もうどこからでも逆転可能。
抜けるが下がる、サーバーで待ってる、これは会場盛り上がる。大本命とされてるこのオトチュンさんですから、しかし今あそこの画面端のサマーは予想に負けやすいから中サマー出せって俺言葉で教えたんですけど、はい、一向に守ってこないですよね、この人毎回教えてるのに。飛んでめくりが入っているが、そのままかなり小坂さんのガイルがいい立ち回りをしているように見える、はい、対してオトチュンさんはどうしてもですね、立ち上がりが少しね、いつも言われてる通り、そういつも言われてる通り、はい、立ち上がりが少し遅いと言われてますので、そこをどうするかというところ。さあゲージは溜まったが踏んで投げる、投げ返したぞ、体育安いというところ、下段さあ下がりそばっと気合が入ってますね。ゲージがない状況なら下がりそばっとはかなり強い、かなり強いです、はい、ゲージがあると殲滅キャップがフルヒットするという恐ろしい技ですね。さあ固める、鳥かごしているのはトナか、サーバーがフルヒット、ちょっと珍しくない？珍しいですねさあしかし逆転しに行く、さあこれはでも暴れても、おっとこれは運が悪い、ガードから、あースピニングが漏れてしまった、かなり乗ってるぞコタカ。このスピバ暴発もね、そのオトチュンさんがエンジンかかないと代名詞になりますからね。なるほど。オトチュンさんのスピバ暴発はね、その証拠みたいなありますからね。わかる、あれサインですね。さあ2レホン練習されているが、おお、超キック。あれはくぐられてもいいようにってことですかね。ですかね。てかあれですね、かなりコタがいつもよりも強気にいってますよ。乗り移ってるんですかね、何かが。無敵さんのからメールが来ると少しやっぱり無敵さんの魂が乗り移るんですね、入るでしょうか。ちょっと小高らしくないでもらしくないぐらいの強い距離です、はい、下がる、いい判断、いい距離感ですね。おっと、しっかりとスラストを出した、これはガードに間に合う、おお早出ししている、下段、うわー、いや先ほどからの近距離中キックで対空してるんですが、いや悪くないですよね、はい、うん、非常に悪くないんですけど、ここはちょっと裏目に出ましたというところ、はい、さあサマーで待ってる、めくりは天章で回避するが、もう一回今度はスキは潰されるが、な高めで食らって投げ返す、近距離中キック出すとあの位が高めになるっていうのも、そうなんですよ、いいポイントですね、はい、もうリフトアッパーとはそこが違うというところです、はい、さあ追いついた、 あえて三角飛びはしませんでしたが、画面端を強く立ちになりました、はい、しかしチャージ完了、今度はチュンリーが有利か、うわー、しっかりと体育が出ている、投げる、コタがどうする、シューキック、さあここで折れずに取り返す、おとちさん、こっからですよね、取り返し方もあの無茶をやって取り返したわけではなくて、うん、しっかりあの自分の試合に持ってってっていう形なんで、持ってきましたね、さあ、小高無敵カラーに無敵カラーになりましたね、何なんですかね、これはやっぱり乗り移らせてやっぱり攻めたいっていうところでしょうかね、モードを変えてきたか、しかし天章で切り返してめっさあ投げて、さあちょっと受け身が取れてないが乗る、オトチュンさん飛びがちょっと種類が多くて、うん、小高さんがなかなか対空絞りきれない、サマこれか、そうですあれですガードになってしまう、今出なかったですね、台足まで行ってればと、はい、いうところでしたけども、まさに今の中サマーにしとけ、うん、サマーでしたかね、本当ね、中サマーにしとけって言うんだよ、飛んで当たる、三段決める、これはまだ小高も折れてないと言っていいでしょう、投げ返すか、投げ返した、高めから投げ返す、めくっはしっかりくぐる、ソニックをして強気に、さあサマー待ち、これは素晴らしいですね、今の攻めつつサマー待ちはでも相当落ち着いてます、はい、飛びたくなるところでしっかり待ってる、しかもちゃんと攻めってもまだ失ってないですからね、はい、うっ
これはでかい。うわ、触りそうだったがジャンプの出かかり。ちょっとまたこれも投げて。さあこの相打ちからさあ高かった。ちょっと高尾でした。うわ、さあ出していく。ゲーダーはガード、踏んづけて打った。釣っている。投げ、死なない。死なないのはのかなり本当チンビーガーが運がいいと言っていいでしょう。さあ どこで切り崩しに来る音中。さあ要素、これが要素、人だけずにも見える。さあ投げに来たところに、さあを打った。今のはちょっと無敵さんっぽい。いやちょっとびっくりしました今のは。無敵っぽい様。さあということで、あのちょあのごめん、あのうろうろうろしてないんでちょっとあの勝って一言。とりあえず第一関も飛ばしました。ムテガエル見てますか。見てますかということで。ということで指針があったので。さあ今の試合どうですか。いやかなり、ね、終始やっぱ強気に小高来たので、ちょっとやっぱ音中さんもびっくりした感じありましたね。はい、はい、とまあ結構そのつらすと暗い投げは相当機能してて、機能してましたね、うん、あれをちょっと最後までケアできなかったかなというのはありましたけども、はい、いやいやいや、これはちょっとすごかったですね。大金星ですね、うん、はい、大金星ってやっぱ言っちゃうぐらい、まあ、周りは音中さん勝つだろうと、そうですね、予測してましたんでね、まあそういうことがありましたという形でございます。はい、では1回戦最終試合、うん、サソリ流対ゆうべが、さあお越しください、お願いします。ということで、あの試合前に一言。いやもう今すごいいい試合を見せてもらったんで、この流れに乗って、いい試合第2弾、はい、いきますんで、よろしくよろしくお願いします。そうですね、今負けてもオトチュンさん、勝っても小高という感じで、僕にとっては面白いカードになりそう。なるほどなるほど、気合い入れて頑張ります。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。さあワンピー2ピーは決まってますか。決まってない。じゃんけんで、はい、2ピー、さあ勝ったのはゆうべがさんで2ピーを取る。はい、ではワンピー側がサソリ流、2ピー側はゆうべが選手ベガということになりますかね。はい、ではスタートボタンを押してください。よろしくお願いします。お願いします。さあ1回戦最終試合、サソリ流対ゆうべが。さあこの試合かなり普段もやっては、普段というか最近はやってなかったと思いますが、はい、一時期も相当やってましたね。はい、ほぼ毎日やってたんじゃないかと。そしてサソリさんが何よりベガ戦が得意というところで、ここでかなり流戦をゆうべがさんも訓練したということがありますので、さあこの試合見ていきましょう。開幕はバックジャンプから相打ち。さあ大手で出てしまって、サソリ、サソリさんっぽい。さあ X 業界では歩いて大勝利することをサソルと言います。めくりが当たるがまだ繋がらず、九死に一生を得たか。しかし波動からバックジャンプで逃げる。しかし画面は背負わせと、さあ中盤で拾って引っ張って投げて、冷静下段ガードから切り返す。竜巻は降りてくるところに中盤。いや今の真空ガードして、ガード、下段ガードしてましたね。なんか一瞬ゆうべがさんもピクッとしましたよね、はい、中段も一応ケアしたんですが、中段も投げも見えて、うん、さあ投げる下段から、しかしこれ大竜巻で切り返す。めくりから投げる、追い詰めたな。サソリ鳥かごにしに行きたい、うん、これは最後が当たって投げ返す上、さあ昇竜狙ってたんですが、です。いや今の結構得意分野ですよね。はい、バックジャンプさせて歩いて大勝利はサソリ流得意分野ですが、ちょっとね温まってないかというとこでしょうか。はい、2試合目は開幕ダブルに仕掛けていく。さあ波動拳、先ほどとは違い遠距離で波動を使っていく。追って無理はしない。ファイヤー波動が転ぶ。中段投げ返す、投げて
さあここは最速ファイヤーで切り返しからめくりはガード引っ張って投げ、で夕方さんもねすごい投げ返しうまいですよね、はい、だから実は結構中ボス仕掛けられないですよね。さあこれは投げる、まあ、今みたいに2択にしていかないと、はい、意外と択をかけられないと、あの2択の状況でも強いっていうのがね強いですからね。やっぱベガは何振りも当たらない広いのでというところですね。重ねて繋がってない、さあ我慢、最後で逃げるが竜巻が潰されないが、先ほども見たこのトップスピン、ちょっとコンボが繋がらず、大昇龍が連発してしまうのは結構景気よく誘ってますね今日は、はい、さあそんな中でバックジャンプ投げて投げて投げない、ダブル2このリズム、今の中パンを狙ったらすごいですね。そして中ボスにも反応した、逃げてお互い距離を取る、投げる、ゆうべが油断ができない、投げにいったこれはガード、さあこれはしっかり勝利で待ってたぞ、めくり当たるから真空、さあ今ちょっとね繋がっていなかったんですけど、結果下段が投げ返しにも刺さってという形になりました、はい、まあ、竜のめくりはベガ非常に見えないと、非常にきついですね、はい、しかもコンボで中盤勝利までいくんで、またいくんですよね、はい、ループしたのはやばいですね、やっぱ。さあ画面は追い込んで近づいていく、これは竜巻で切り返してめくりが当たるが投げ返し、おーと、さあコパンで対空うまい、さあ深い、今のめくりは見えない、先ほども一瞬遅かったですね、はい、ボタンが投げに行く、毎回食らってるように見えますが、ちゃんと毎回読み合いの結果になっているという状況でございます。刻んで攻めたと思ったら守りにも入る、さあ多彩なリズムで的外はうまい、しっかり見ている、あの距離でもスパコンで抜けるぞ、今勝利のスカミちゃんと小判からいい勝しましたね、はい、すごいな、さあダブル2で突っ込んでいくさあ画面味に追い詰めて、反撃がないか、さっきちょっと誘っちゃったので遅めにいる人は出なかったというところでしょうか、ね、切り返す、しかしスパコンがある、うわしっかり抜ける、ジャグを打ってしまったという感じが、さあこれでゆうべが2のサソリ龍が 1、ね、と、さあこんなに簡単に勝てる組み合わせではないんですがです、ね、なぜか勝てる、出川としてはやっぱきついキャラにチュン類の次にやっぱ龍を上げるというプレイヤーも多いです、はい、さあこれここからもう1回ぞ、ビオラなかった、さあ竜巻で切り返す、この小竜巻もベガの天敵ですね、そうですね、割と投げで竜巻が避けられて中盤もね、投げ漏れる中盤も竜巻が勝てるので、はい、割と勝利にすらする必要ないというのが状況です。さあ追い詰めて、さあ昇龍で待ってるぞ、昇龍待っている、見てからこれが来たから昇龍相打ちになるが、まだまだベガが苦しい、あおっとショーパンチ、バックジャンプショーパンチマニアック、いや今のホバーも悪くなかったんですが、悪くなかったですね、はい、ドンピシャでファイヤー、完全に悪くない選択肢でしたが、さあ 2-2 並んでいる、さあしかしダブル2に勝利が出るようになってくると、いつものサソリ龍という感じがしますね、はい、さあこれで抜けるホバーで切り返す、しかし竜巻がミドルキックも潰すの厄介ですね、竜巻がね、詳細ここから、そしてめくりの逃げにも使える、うん、何でもござれの竜巻しかしちゃんと大キックを仕込んでベガ側がリスクも負わせていきたい、さあくぐって投げて、まだ死なない、投げる、
ショーキックから投げ、この流れどこで相手が暴れるかを読んでリズムを崩していくと。ね、しかも暴れ潰しにずらしてダブル2を使うんですね、はい、あれが非常に痛いので踏まない、なかなか暴れたくもなくなるんですが、めくりガード。さあ、ゆうべがここで今のは釣りましたね、完全に、はい、強気にダブル2出していく、出していきます、ドラシーコート、飛んで飛びは鋭いが最高、竜巻逃げ、下段もう大足出していく、そして投げ、どうだ、さあ中段、二択は中段、早すぎる。さあ最終ラウンド、飛びが刺さるが最後で突っ込んでいく、リズムで刻む、裏回りだから投げ返している、リュウはボタンが4つ、大足ピオル、ここでピオル、これはやばいな。さあ2-1からまくり返したサソリということで、はい、一言お願いします。いやー厳しかった。はい、はい、ですね、ルーザーズいきますか。ルーザーズを先に、はい、さあちょっと待ってくださいね、これはさあ戻ってきましたね、はい、それからですね、一応、本放送がですね、1回戦終わって今8時半ということで、まだ大丈夫ですか。まだ大丈夫ということなので、はい、これあの有料切り替え告知だったんですけど、まだいけるそうです。ということで、はい、リンクの方ですね、組み合わせのリンクの方ですね、投稿者コメントの方でリンク、はい、貼ってますので、今出しまして、チャロンゲの、今リンク貼っております。こちらでですね、ご視聴の皆様も、トーナメント確認できますので、こちらご確認ください。はい、で、ルーザーズ1がコモダさんとクスモンドさんですね。はい、ということで菰田さんと菰田ブランカとクスモンドという当たりになってしまったということで、ルーザーズ1回戦のコメントをお願いします。まあちょっとホンダなんで結構きついんで、一応キャラ替えありなんで、お、ルール上ね、ルール上キャラ替えありなんで、ガイルか DJ あたり使おうかなとかと一瞬思ってしまうんですけどまあ、どっかでも言いましたけど、名前にブランカって入ってるんでブランカ使います。はい、はい、小村さんです、よろしくお願いします。いやー1回戦目はもう何もできへんままに負けちゃったんで、はい、大郷くんほんま強かったです。いやまあでもその代わりちょっと気が楽になったんで、ですね、ちょっと大会を楽しみたいと思います。小村さんは元同士で同じチームでも何回も戦った、チームメイトなんですけど、はい、この屍を乗り越えてちょっと次に進んでいきたいと思いますので、絶対倒します。はい、クスモンドさんです、よろしくお願いします。はい、ということで、1P2P 決めていただいてということで、さあがっつり抱擁、熱い抱擁から、さあいいんです、40代を過ぎた男たちががっつりと熱い握手を交わしてもいいんです。なかなかないですからね、逆に、はい、さあということで、さあ 1P 側座るのは菰田ブランカ、そして 2P 側にクスモンドという形になりました。それではルーザーズ1回戦、はい、お願いいたします。よろしくお願いします。スタートボタン押してください。さあブランカホンダ、ブランカじゃないのかDJ なのかさあブランカ、さあ気合が入ってる2人、一般的にはやはりホンダ厳しい、ホンダがブランカに言う、ね、ということになってはいるんですが、もちろん間違いないんですけど、意外とそうですね、ブランカ側が先にリードしてしまえばということです。うわー、スティング感じなんですが、
やはりあのこれ先にリードした方が有利という形なん で、ね、ファーストヒット非常に大事ですね。なんですけど今2人ともすごい攻めてますね。はい、なんかうわー、肉肉うわーと投げて受け身がない。今の暴れを読みでしたかね。はい、いい読みでした。攻めてますね。攻めてますね。さあ2人はかなりセオリー無視の行動が多いぞ。リバーサルローリングで相打ち、魂のぶつけ合いになってきました。さあ歩いて大足、これは小ローリングなので反撃ちょっと難しい。そうですね、はい、さあそしてこのブランカ側の、あ、投げる正面から行く、電撃で相打ち、ビヨっている、ビヨっているぞ。さあお互い痛み分け、攻めていく。ホンダ側のためがないところでブランカ側の前ジャンプ、ね、これがちょっと落としにくい。前歩きを確認すれば飛びもありという形になってきます。さあイーブン、頭突きがどっちだ、張り手張り手、これどう競り勝った、潰して、さあちょっと勝ってるのはクスモンドだが、どうだ、ここで俺は相打ち。盛り上がりを見せている。さあこれは潰される、バーチカルが一方的に潰された。実はきついですよね、はい、かなり百貫の下りはきついところ、これも相手が決めます。先ほど見たが、左足めくる、下がる、うわー、止めた、これはさあ下がる、こんな粘る、クスモンド、あと1ドットをどこでどう削るか。うかつに頭突きを打ったらバックジャンプからコンボがあるぞ。さあ5番、しゃがみ5番。しかしあの駒田さんの0ドットからの粘りはちょっと恐ろしいですね。恐ろしかったですね。いや、しかもリバーサ百貫呼びでステップして裏に回ってっていうのはかなり、はい、いい判断でしたね、はい、あれで電撃もあれ相打ちになって悪くないですね、うん、先に起き上がるのはブランカということで、確かに確かに、はい、有利が取れてますというところですね。さあ頭突き打っていく、大学頭突き、さあしっかりフォローが入っていて小足張り手、さあこれは本田側が待つ展開になるか、噛んで頭突きから張り手で削る、削れすぎる、そして頭突きが飛びに刺さったか。さあしかしあれですね、本当に2人とも待ちませんね、はい、仕掛けるのは我こそだと言わんばかりの仕掛けっぷり。さあ張り手張り手、追い詰めている、あーめくっている、どんどんどん神にいったぞ、まあ、知らない可能性があったんでね。さあ歩いて攻めに行ったところはしっかり中足置いておいた。やはり垂直は強い、ブランカの垂直ジャンプは強い、まあ、てか本来はしゃがんその、ね、垂直ジャンプいっぱいして待つような感じですからね、はい、張り手から張り手頭突き、食らって頭突き、あれは確定してるのか、確かに張り手くらいは確定してます、いろいろ。なるほど、さあちょっとリードしたのは駒田ブランカだが、お互い待たない、噛み合った、どうだ、下がる、バックジャンプ、ちょっと当たり方が変だったので果敢がいい感じで当たりませんでしたね。反撃を失敗したというところ、さあ牽制、前ジャンプ下がる、タイムも残り少ないが、さあ スライディングのモーションが見えた。さあ2本取っている、今のはちょっと草本さんも頭突きを出す人はあんまりなかった状況だったんですけど出すと、これはこの相手の行動に対して読んだぞという、はい、意思表示ですよ今のね、完全に。さあ張り手で削る、ダウンにこのサンドット削りがついてくるのがちょっと大変ですね。そうですね。さあこれは相打ちになるぞ、削り量は非常に多いので、おお、なるほど、メイクで落とせ、くらいは確定します、確かに、はい、うわー、裏回り、
わざと食らっても誘うと。食らった場合は張り手を延長すれば、はい、通常での反撃は大丈夫です。そうですね、うん、さあ頭突きで切り返して張り手削る。これは正面から行く、重てさあこれは確保感ですが削りがいて、さあここから駒田ブランカ待つのか、飛ぶ下げだ。さあ1本取り戻す、3立てはさせない。さあ4本目、張り手から崩して裏に行く、お互い逃げている。ちょっと待って、行ったところに小頭突き、さらに頭突き飛んで、ここは対空で電気が置いてあった、めくって中中台はつなげにくい、ゼロフレの目押しから頭突き歩いていく、歩いていくのにダイヤした。さあこれは逆感で切り返す、今の投げに行くかね、投げに行ってこかされてもさらにフォローが入っている。気合がお互い入っている、気合が入りましたね。まさに投げに来るポイントが読めたという感じです。投げるからダメージを追い詰めて、うわまだ暗いな。これはガードからまとわりついていく、ガード噛んで下段、こっから上投げ返しを誘って送らせてジャンプですね。はい、まあ、頭突きもあんま欲張潰せるという感じの飛びですね今のね。さあ張り手で削っていく、一気に画面端下がれないのは意外と厳しい。さあピオレ張り手勝ったのはクスモンドということで、勝者コメントを一言すみませんお願いします。いや怖かった、さすが友田さんですね。はい、頑張りました、ありがとうございます。お疲れ様でした。はいはい、ではですね、どうしよう、ちょっと呼んでもらいつつ、お呼びいたします。ゆうべが対オトチュンということになります。さあ、マイク変わりまして2回転でございます、はい、よろしくお願いしま す。ということで、はい、ルーザーズでまさかこの2人が当たるとは、コメントお願いします。そうですね、まあ不幸にして1回戦敗れたわけですけど、まだまだこう勝ち上がるチャンスは残ってるんで、最後までベストを尽くしてね、最後まで悪役に徹しようと思います。よろしくお願いします。頑張ってください。ここで悪役を潰すチャンスなんで、まあ、自分自身も後がないんですけど頑張ります。それでは両者の戦いに期待しましょう。はい、これは おとちゅんさんとゆうべがさんあるんですかね、 1P、2P。 さあ、ね、一応ゆうべがさんは 2P を選んでますね、さっきから。はい、ということでおとちゅん対ゆうべが、そして瀬尾さんも見守っている。瀬尾くんも見守ってる。さあさあ、関東のチュンリーとリュウには苦しめられてきたスト数人生。そうですね。さあ始まった。さあステージは残儀ステージ、早いぞ。さあまずはお互い様子を見て、様子を見ているとチュンリー側のゲージが溜まってしまう。はい、ベガ側は溜める手段があまりないからね、はい、さあバックジャンプで対空、さあ上から空中で引っ掛けて投げる、投げる、ダブル2ダブル2出していく。一周回って表ですね。さあ気合が入っている。あ、ゆうべが練習不足と言っていた割にはかなり動いてますね。勝負感が入り渡っている。投げる、デビルイバサガード大キック。さあ対して音チューンはゲージを止める前に半分体力を支払ってしまった。さあしかし、さあゆうべがここで一旦待ちに、シューがしっかり上から引っ掛けて、
待つ待つ、さあ、うおガードになる、こんなゲームこれは釣られないがゼロドット、おお、まだ残したあるのか、オトチュンゼロドットから何を見る、さあ、キューブが街の形、暗い投げ素晴らしい。実はちょっと始まる前にね、はい、まあ、練習ということでいろいろの試合もやってたんですが、はい、ゆうべがさんとチュン、音中さんやってたんですけど、かなりお互いいい試合になってたんで、はい、いい試合、はい、一方的な形にはならないと思いますね。なかなかいい試合にならないカードだと思うんですけども、はい、なぜかなるんですね。やっていくのがゆうべが、さあバックジャン、さあしっかり今度はジャンプ、はい、パンチで潰しましたね。さあ待つ、様子を伺っている、様子を伺っている、お互いアクションがなかなか起こせない。さあ様子を伺う、まだ待つ、さあ誘って最後で脱出、これはバックジャンプで回避、時間も思いっきり使ってきますね。さあ飛ぶ、上り中盤に行ったか、前止めやれ、ダメージを取る、どっちだ、そして踏む、踏ん付けで、今のデビリリバースかなり見にくい、そうですね、どっちかわからない、はい、飛んでいく、開幕勝負に行く、オトチュン、さあ投げ返す、すごい、あ、しかしこれはテンション切り返す確定か、最高無敵があった、投げに行ったら切り返す、そこでテンションを出すのか、さあ死にかけからのオトチュンです、これが強すぎる、ゲージもある、さあ興奮でこれ収穫、今のはガードしているとそのまま戦列系が来てしまうので食らいに行ったんですが、もう体力がなかった、体力がなかった、投げる、さあ本来うわーとピオール、さあ痛い、スノーボールがキック、なんかこう今の試合はかなり本来こうあるべきという感じのチュンリーベガの今形でしたね。そうですね、目の前でバリアを張られて、はい、そして上から押し付けて投げる、はい、本来はこうなるんですが、そうならないようにならないようにユーベガさんがかなりカウンター気味に攻めてっていう、距離の取り方から違いますね、はい、あそこを踏んづけると奥攻めが地獄、打撃と投げの二択が、下段ガード、おー、ピオリソーダが中段ガードしていた、まるでピオルハズが投げて、ユーベが一気に劣勢、タコはキコ、さあちょっとジョッドチェンさんが落ち着きを取り戻して、はい、そうですね、はい、投げる、受け身はない、おお、めくっている、ハード、うわー、これは落ちないやつ、さあ気候で切り返すぞ、一旦距離を取って、さあユーベが体力にまだ余裕がある、待ってるふりして突然飛んでくる、さあ投げる、デビルリバースだった、すかし投げ、ボタンを押さないと反応しませんからね、はい、ヘッドプレスとデビルリバースと普通のジャンプというふうにかなり幻惑してますね、はい、さあバックジャンプ、上から着陸バリアを返していない、さあ天井からの攻め、今度はゲン、くぐって大パンチ、うまい、さあ殴り合いの予想、投げ返す天井、さあ読みで下がって大キックが減る、飛ぶ、この飛び、ここで飛べるのかこの男、さあ先にリーチをかけたのはユーベガ、飛びの嗅覚はやはり鋭すぎますね、そうですね、はい、さあ早いステージはお手の物、ゆうべがさあ待ってニュートラルで待つ、ニュートラルで待つ、タメキャラのはず、タメがないよというふうにアピールをしているということは何かを誘っている、上を見ているんでしょうか、あ、しかしここで取ってない、くぐり戦列はガードしていた、投げる、上、うわ、よく反応している、戦勝を繰り返して背中からガードが硬い、しのいだ、上にでかいのが入る、飛びに引っかかる、投げる、引っ張り投げ、あー、汗、
さあリーチ、はい、さあ飛びはかなり見ているがそれでも準備の手が強い。オートスキルの品物だね。大キックがうまい、今の大キックはうまい。逃げる、今の反応早すぎる。相当状況が変わりました。これはさあ飛びはしっかり待っている。投げ空対空が投げになって、さあまだまだ負けられない。オトチューン飛行機打っていく、投げ返す。さあお互い投げの精度がすごい。さあ戦列が、あー突っ込んでしまった。飛びが強い、かぶってくる、かぶってくる、切り返す、切り刺さってめくる、まだしながい転生。見えないものに反応さ、今のはめくりにもなるホバー。そうです、はい、しかしホバーが見えたならテンションは打てばいいという話ですね。裏にいてもテンションは高い、はい、さあ2-2、もつれ込んだぞ。コパンで潰すそういう、さあかぶせる、さあ一度だって投げて、上は放置。しかしかなりチュンリーの体力が減っている。そうですね、大キックがかなり減りますね、はい、切り返す、投げる、これはお互い距離を取る。ゲージが溜まった、ゲージが溜まったが減る。これをどう使う、出させてホバー、素晴らしい嗅覚。お互いかなり上を意識している。さあそこに白熱を置いてあって投げて、うおっと、お互い交錯。さあ様子を見ている。上から通常だと落としにくいですね。でかいの選んでいく、大キック、うますぎる今のは。さあ下がる、下がる、何を狙っている。自分が前に行けない、飛行剣はまだ待つのか、ゆうべが、まだ待つこの男。おーっと、さあしっかり動いたところは対応。さあまだ上から行く、まだ上から行く上から行く、これもガード、これは狙っていた、刺さったー、これを狙っていたゆうべが、素晴らしい試合。いやーすごかったはい、一言お願いします。あ、まあ、あの悪いやつはいつか滅ぶってことでよかったです、ありがとうございました。はい、バーサスではゆうべが警察と呼ばれる、すみません、はい、この後はそのルーザーズの方で行うという形なでしょうか。これはルーザーズと、ウィナーズでそれぞれ、1回戦終わったんですが、次はウィナーズ、さあそして次はこのまま、ウィナーズ側の、組み合わせということで、アニケンさんとオゴさん、ウィナーズ2回戦来ましたね。じゃんけんから熱いですね。じゃんけんはもう済んでる、済んでない、オゴさんが 2P で、ステージもあると、はい、ということで、あ、ステージも選ぶと、はい、はい、意気込み、じゃあ一言いただきましょう。ヒドラ1には負けられん。あーっと一言お願いします。いや、ここでオゴ君を倒して梅原漫画に出たいなと思います。およろしくお願いしますそういうあれってそういうなんか契約だったんですか。勝てば出られるさあブラジルステージなのでセーフ。そうですね、はい、ちょっと遅めのステージ。さあ両者 2P 側を得意とするプレイヤー同士。さあサガット剣かなり至高の組み合わせに近い。そうですね、はい、一般的にはサガットの数少ない有利キャラと言われております。さあタイガー打っていく。タイガーそってのこの回転力。あ、上でタイク、さあ端に詰めた、追い詰めて、さあ2剣どこで突破口切り開くか。タイガーショットがずっと降ってくる。さあ相殺している、飛ぶ、しかしここから前に出る。
大キックアパッパッさあいつもにある金橋どうなる兄圭さんも強気の波動そしておお飛んでしまった今のは何が狙いでやったのかさあこれ取り戻した打っていく遠距離戦はサガットもかなり打ち合い大パン渋い下がるこれはさあスライダー置き攻めは昇竜重ねあれはガードしても剣が有利という感じの遅めさあうえ飛びが刺さる投げるまっすぐ行ったちょっと映像トラブルがありましたが、はい、取り戻しているかなりアニケンさんも強気に前に踏み込んでいきますね、はい、踏み込まないと活路がないとかいくぐりながらはい地下タイガーそんな中、大キック刺さりがちょっとが重なっていても龍拳はリバーサルバックジャンプで受けることができますが、はい、その分画面端に押されるんですね、はい、じゃあバックジャンプで下がる今度は釣られないぞ打ち合いになるあいつまで打ってんだ持った力から歩いていくシューキックが間に合う大足体育ここはよく見てたボッタチから急に前に歩いてきますねそうですね恐ろしいさあ感覚はでかいあんな反応ができる踏んでしまって近い投げる あの昇竜重ねが効いてくるビルアップ出ますね大キック垂直大キックは落としづらいぞ飛んでいる上ガードさあ寄ってくる歩きがうますぎるこの男昇竜で待ってるぞ近いしかしスパコンが下がってもスパコンがでかいさあ追い詰められた波動まっすぐさあ剣は一回転ばせて昇竜と打撃の2択これ2回打ち合い飛んで打ち合いが近いさあ垂直も織り交ぜて、はい、踏み込ませないようにしていく下がったら垂直強いですね、はい、おっとこれは投げるこれは避けきれないさあ打つが打っていない投げる昇竜アニケンが 2-0 これが2択という形ですね本当そうですね、はい、さあ2本取ったがここからシューキックからさあ優勢を取っているのはオゴンサガット飛ぶさあ大パンに切り返し昇竜から投げ返す密着の夢は投げるさあ開幕を歩いて昇竜近づいて昇竜かすらせこれはしっかり釣っている投げに行ったところに暴れいい暴れ昇竜から投げに行くまっすぐさあ2件リーチさあ2択が強いさあ垂直歩いて垂直ギリギリの前でしたねうまいしっかり最大歩く投げ返したこれは
1分予想外。さあ打ち合い、今度は剣が画面端。さあ踏み込みは予想していなかったがニュートラル。さあ切り返す。じりじりした歩き、前に来る。さあ下がる。ここでさあ周りをちょっとずつ外していく。やや、さあこれはちょっと入ってタイガーで押し切った。一本取り戻す。さあ21から上タイガー竜巻で避けて、さあ垂直も織り交ぜて押していく。このローキックもなかなか強い。ローキック自体は強いんですけども、その後はちょっと気まずいですね。確かに。さあ踏み込んでくる。中大つなぐ。さらに食らって踏み込んでくる。そして今度は踏み込んでこない。投げ返す。二択にいったが投げ返す。足が当たりすぎですね。飛んでいる。ここからめくりはガード投げて投げ受け身。まだ前、まだ前に来る。今の勝利はやばい。さあこれは厳しい。切り返す。やり返さ。おお垂直。そこでフィオリッチか。どうなる。打ち合うが飛ぶ。おお上大足。冷静。あそこで打たない。浜の王様です。今度は釣られないぞ。さあ残り 2P 側を取りに来ましたね。さあここの距離はサガット飛ぶ。さあ波動拳の打ち合いになって大風体空からっと勝利はガード。おっどうなる。サビが下がりながらの球。歩きアパカはガード。ガードするか。あそこさあ飛んでくる。さあ一個に到達。さあここは上タイガーだった。うおアパカ。さあじりじりした近距離戦。上飛んでいる。さあ時間がない。アニケンのアクションは最後のアクションはレッパーだ。レッパー削り切った。勝ったのはアニケン。足を出したところにレッパー。いやーこれはすごかった。さあ今のレッパーはすごい。一言いただきましょう。いやこうあの 梅原漫画のオファー待ってます。ありがとうございました。今のは出演権獲得と言ってもいいぐらいの逆転劇でしたが、はい、ですね、ちょっと、機材チェックをいたしますということで、すみません、ちょっと視聴者の皆様にご迷惑をおかけした場面がありましたが、すみません、ちょっと今機材チェックをしまして、一旦その間休憩とさせていただきます。はい、はい、そうですね。ということで一旦、配信の方もですね、一回中断ということになりますので、すみません、少々お待ちくださいということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは大変お待たせいたしました。はい、お待たせいたしました。ここからですね、はい、私吉尾と、2回転でございます。はい、でお送りしていこうと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、休憩明けまして、はい、次の試合見ていきましょうということになりますが、はい、ウィナーズの2回戦目、2試合目ですね。はい、さあ行きましょう。メンバーはサソリ選手対小鷹商店です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。盛り上げていきましょう。さあではまず意気込みからいきましょうか。そうですね。さあサソリさん、はい、伝統の竜ガールでございますので、見せれるものを全部見せようかなと思います。
まあ、相手小高だしね、大丈夫だと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さあ小高さん、まあ、まあ、純度 100% 交じり気ない最高水準に洗練された生粋の読み合いカードを長いですねお送りさせてもらいます。まあ今日 CEO の風貌なんで最高経営責任者を倒したいと思います。はい、小高マイク返して。小高らしいですね。さあそれでは 1P 側小高、 2P 側サソリ、はい、スタートボタン準備してお願いします。これはどっち勝つか、まあ、今サソリ君が伝統とか言いましたけど、ね、どちらかとこの人は伝統を破壊する側ですからね、破壊する側ですね。さあ若手と言われた小高商店もついに30代に突入してしまいました。そうなんですか、はい、しかしまあ若手ですよね。まあ若手ですね、はい、X 業界では若手です、はい、ずっと若手のままですよ、はい、はい、ステージ×ステージ、じゃあリセット、リセットしましょうか、はい。さあ両者のこれは談合と言いますか、話し合いによってステージ×という話でございます。さあさあ早すぎるステージは NG。 さあジャマイカ、これなら OK、 いきましょう。さあファーストアタック取ったのこだが、大丈夫ですか、はい、適当ですか。さあスタムを当てていきました小高、しかし橋には追い込んでますが、ちょっとさあどうでしょう、あの垂直ジャンプ小高ジャンプなども呼んでいますが、効いてますね、さあ、あのですね、スピードが速いと言っていたのはちょっとこのゲームね、ステージによってスピードが変わってきますので、まあ、お互いの持ち味が出るスピードステージを、ね、選んでいきましょうというところです、はい、早すぎると大雑把になるという、はい、ササリーさんの意見でした。まあ、スピードは結構ソニック見てから竜巻等はですね、かなりギリギリの範囲なの で、 あ、そうです、ね、やっぱスピードが速いとちょっと悲しみになってしまうというのがありますからね、はい、さあお高総統はおこの前ですよ、今のはちょっと台紙出しちゃったかありましたけども、はい、結果アイチになりましたというところ、これもどっちリードとも言えない状況ですね。有利なのは真空持っているというところですが、少し後ろに余裕があるガイルもどうでしょう、避ける、避けて歩いて中足、ちょっとこう人になりますよね、はい、割とサシシサソリは遠距離ではパナしてこらず、はい、踏み込んでからパナすか踏み込んで見てから踏み込んでみたいな、はいはいはい、そうですね、近づかれる前に行こうというところでしたね、はい、サソリ流はまたちょっと考えがまとまっていないか、これは。さあしかし小高が3段を狙いに来ましたね。そうですね、これはちょっと結構変化ですよ、以前から飛ぶことはあっても、まあ、3段はなかったので、はい、3段からやった、はい、しかもアッパーサバでしたからね、今ね、はいはいはい、練習をしてきた感じ、してきた感じがあります。さあ、サギ飛びからはベーシックに投げていきました。これは今のはパナシです。おだら、裏剣がダイゴスを潰している。さあ、裏剣がミスなのか狙いかは分かりませんがね、波動にも勝ちやすいので、はい、悪くない選択肢でしょう。先に打つ羽目になりますよね、うん、先に打つようになりましたね、はい、さあ端に詰めて、これが相手になるんですよね、はい、うわー、出際、出際、出際が続く、波動ストリームが、うわやんだと思ったら踏み込んでくる。このあの距離なんですよね、あの距離の大波動マジきついんで、はい、あのガイドの中足がギリギリ光る場合、うん、そうなんですよね。なので見てから竜巻どころかもう、はい、あの距離って台足だけでソニック潰せるので、はい、実はあの距離で波動と台足だけでいいっていう。なるほど、うん、おお埋めてさあ、まあ、頑張ってソバットと中足を出した、これはありますよ、今のミスがちょっと痛い。さあ
前に来る。さすがトモ、そのバットを透かしている。この男の歩きは止まらない。ソバットを、ね、透かすとね、どうしてもで一回止まっちゃうんですよ。止まりますね、うん、手が止まらない人としてしょうがないですね。ソバットを透かしたの確認して俺も台足みたいな感じで。さあ両者色が変わって、ソバット透かしはね、ほんときついです。さあ打ち合い、打ち合いの、さあ画面端につくスピードが速くなってきましたね。そうですね、うん、受け身が取れてないが、さあ真空は先に使って、おお、これで小高が優勢になる。さあガード下がちょっと踏み込みが、おお、そこはスタブ。なるほど、今割とスタブ読みでコパン打ったんですけど、はい、ちょっと距離が近かったですね。ソバット意味ではなかった。ソバットとスタブだとスタブの方が長いですね。そうですね、スタブの方が長いです ね、うん、微妙に間合いの差がある。しかし今度はじゃあスタブを透かせばというところ。前に寄ってくる、真空を持って前に来る、このプレッシャー。さあ波動を打ち続ける。あ、それ一回だと全然押し返せない。この距離から動かないが、打たざるを得ない。ダブルスタライト、やってしまった。これはね、全部に迷いがありましたね、今のは。さあ割といつもなら第5スに行くという場面でしたが、はい、あれでしたね。さあ小高2ですか。小高2、サソリ1です。さあ開幕中足は開幕波動を潰す効果もありますが、なんといっても竜巻仕込みの前歩きを潰せにあります、はい、ここでかいですね。さあ先ほどメミズを投げて、はい、これは画面中央に行けばいいでしょうと。うおー、2発目は完全に見てから打っている。さあどうした。おおー、ガードしている。どうだ、これは痛いぞ。うおー、投げ返し。おお、中足読んできた。あれは先に出した方が勝つ。いや、後出しになってきました。後出しになってきました。近く出ます、近く出ます。なるほど、中足同士にも相性がある。さあ今度は戦うペース、進行までだいぶありますね。これはさあゲージためを重視しました。やんであと一発までいく。うわー、ずらしましたね。最速中足用の波動拳のタイミングだったという、はい、若干ずらすところで相手に持っていった。さあちょっと近かったですね、踏み込みが効いてました。なので台足がヒットした形。さあさあ待ちしていく。ここで来ましたね。おお、運がいい。これは運がいい。小高、これはリーチ、ソニック当たって、リーチ OK。 さあ勝ったのは小高。勝ったのは小高、よく勝ちましたね、あそこで。さあ小高さん、一言お願いします。とりあえずここまで来たら、まあ、最後真実を見せたいと思います。真実と以上です。さあ相変わらず何を言ってるか分かりませんが、いや、ちょっと真実の解説をお願いしたいですね。吉尾さんに、まあ、真実っていうのはですね、彼の好きな言葉なんですけど、はい、あの彼の敬愛するプレイヤーに一言言われたことがあったんですよ、はい、ソニックの出際に真実があると。出際に真実がこれを彼はですね、彼は心情としてまして、そこの読み合いに集中しとったことなんですよね。ほう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 。まあ、今本当ソニックの出来上がり波動拳を食らう場合も何度もあったので、あまあそういうところの読み合いです。まあここまで聞いてよく分かんないですね。あの、まあ、だからあれですよね、その読み合いに勝って、はい、俺はガエルを一番理解してるぞっていうところを言いたいんだと思うんですけ ど、 ど、まあ、一言真実真実というところですね。言葉が少なすぎですね。、はい、さあそれでは次の試合見ていきましょう。
あ、そうですね。はい、ではまず、おっと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 すいません。まあ、じゃあちょっと意気込みの方をお願いいたします。いや、尊敬するゆべかさんなんでね、もう対戦できるのがもう光栄でもうルーザーズだけど、よろしくお願いします。あ、どうもゆべかです。どうもいや、まあベガサガットなんで、まあキャラ性能ではベガの方が上ということで、まあちょっと負けるとこの大舞台で恥ずかしい思いをしてしまうので、まあ、もう徹底して、レースに立ち回りたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、両者の意気込み熱いものがありますね。さあ、と言いつつですね、はい、割とゆうべかさんは常に日頃はですね、やや勝てへんと言ってそれ言ってますよ。はい、ですね、はい、ちょっと今日は、いろいろ無料時間の変更もありましたが、はい、この試合の途中から有料に切り替わるということですので、あ、はいはい、皆さんはぜひこの機会ですね、入会の方をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、試合が始まっております。ダブルリーで押していくのはゆうべが、さあ、これはちょっと出してしまったという形ですね。しかし、おー、これが痛い。さあ、出していきました。最高車体側も抜けれますと、先に出していくことが条件ですね。そうですね、はい、さあ、この組み合わせをうまく使わないと、はい、ダブルに影響されてしまうということになりますので、プラスね、さっきみたいにベラのタッチキックにも結構相性が良かったり、でもあれ遠くの相模に当たらないですよね。そうだ、当たらないですね。おお、反撃がうまい。おお、そこはアパか。さあ、大事な大事な初戦。おーっと、うますぎるな、つって反撃がいちいち痛い。裏に攻めた中なのでちょうどいいところだった。しかしもゲージがあって投げ返すというところ、あそこアパガを食らってもしょうがないという体力計算でしたね。さあ、王さんの方もベガ戦は一時期相当自信を持ってたんですけど、そうですね、バーサスの大試合を見ていましたが、ちょっともう信じられない、信じられない結果をしましたね。結果も信じられなかったですね。ちょっと信じられない内容でしたけど、ちょっとあれ以来また回数が減ってしまったので、はい、ちょっと仕上がってないというような本人のコメントが。あ、さあ、これは確定です。しかし、このここ打ちまくって、ちょうどベガの動いたところに正解が置いてある。おー、マジか。さあ、ここはちょっと打てない。そうですね、下がった瞬間に打つとナイトメアが8足でも刺さってしまいます。おお、めくりで刺さる空中戦の鬼。さあ、逆にやってきました。青鬼っぷりが出てますね。これはすごい。デビルリバースの使い方、下がったあの技は非常に落としづらいですからね。逃げるのが精一杯という場面が多いですね、はい、さあ、上から来るユーベガが走り詰めて、最後最後に踏んでくる。これはどうなる。駆け込み詰めたが IH が痛い。うわー、一個これも削りも OK と、OK、いうところでしょう。さあ、ユーベガさんが2本取ってますという状況ですね。開幕は飛んでいきましたが、あれ投げると、ね、おっと、下を打ってしまったが、タイガニが痛い、ニンと痛い。アパカ踏まない。さあ、
またタイガーショットをくぐらないといけない。サイコプラッシャーから今度ガード、さあライトが落とす、投げたのが手がなっている。さあまだ踏みに行く、あそこで踏みに行く。さあしかしやや下がって落とった。さあ伊藤の使い方が非常に弱い。おーターチライパー、おー下でよ、そうですね、下でよの方が返しやすいですね。さあなぜかベガ戦で打ちまくれる、意味がわからない。おっと通常じゃこれはあれですね、ヘッドプレスと見間違いですね。はい、通常飛びが強い。おお相打ちになる。さあゆうべがあっという間にリーチ、まあ、弱ってまだ飛ぶ。さあヘッドプレス辛い。うわーさあビオラされた、だけが下段で、さあバカを中足が勝っている。バカが潰された。さあ勝ったのはゆうべが、おめでとうございます。一言だけお願いします。ありがとうございました。もうここまで来たんで、優勝目指して頑張ります。よろしくお願いします。素晴らしい試合でした。さて次はこれはスタッフさんです。ウィナーズをやるのでいいのかな。はい、アニケンコタカということでよろしいでしょうか。これが一応、ウィン、あ、さ、そっちは先、あ、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、先に ルーザーズをやります。失礼しました、順番サソリ対クスモンド、大変失礼しました、サソリ対クスモンドが先でございますね、失礼しました、はいでは一言ずついただきたいと思います。はい、では一言お願いします。はい、まあホンダの天敵の竜っていうことなんですけど、まあこれでこそホンダの真髄だと思ってるので、全力尽くします。応援お願いします。天敵ということで頑張ります、はい。ちょっとねさっきの負けが混んでる。落ち込んでるところがあるので、ちょっと気合い引き締めてやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、熱い試合を見せていただきましょう。さあ、まあ、やっぱ結構ね、スト2やる上で、はい、やっぱね、全キャラが持ってると思うんですけど、はい、まあ、龍拳ガイルには勝ちたいと。ありますね。ありますね。ありますあります。どんな不利なキャラでも、はい、ダルシムだろうが、バルドルだろうが、キャミーだろうが、ペイロンだろうが、はい、龍拳ガイルには勝ちたいというところはあると思いますね、皆さん。ワンピーガーサソリ、ツーピーガークスモンド、いつもの通り座禅からの一夜一発拝んでスタートオーダーをしていく。さあ開幕が下がるサソリ、いきなりファイヤーハグを飛ばせる。遠距離戦はもちろん玉持ちのリュウが圧倒的にペースを握る。これを垂直ジャンプで避けて前に歩くと、ただの前飛びは通りませんが、さあうまいですね。ここまでがテンプレ行動まで言えますが、はい、どうだ、おーいちょー、話ししっかりとやっていきました。さあ本田は駒投げがボタン離しで出てスカリポーズが出ませんので、はい、非常にボタン離しで、ね、仕掛けるのが大事です。で勝利をガードしたら相手反撃を入れるというところでございますね、はい、ただループはしないんですね。とおーおー画面まネタも、おおバックジャンプを読みている。これは素晴らしい、今の追っかけ中百貫、あれバックジャンプ攻撃最速で出せば、最速で出せば、あれで出さないといけないですよね。
バックジャンプしたっていうので安心すると思います。安心するとかないですね。画面端でも一応あれじゃないですか。画面端で大いちょうの場合はループループする、まあ、大いちょうはループしますけども奨励権出して奨励権出してると、ね、なのであそこまでが決まるということですね、はい、さあおーっと先ほど食らった頭突きすかし大いちょうに対応。さあ大波動がきつい。あと1ストットこれでゼロ。大波動をねどうするかなんですよね。はい、うん、どうしてもですねあれは。しかも波動がこけますからこけますからやり直しすっくりが半端ない。さあ上を見ている。それにもめげないで前に行かなくてはいけない本田。さあ大の勝は呼んでいない。さあしかし張り手がいい感じに早いですよ。しかし2回目は相打ちになってしまい、もう削り OK の真空だ。うわあ外野手が刺さってサソリが2連勝。そうですよね。あそこで1-1ですね。モンドさん取ってますね。失礼しました。大波動に対してはもう、はい、ようやく読みで前ジャンプして台足がかくらないギリギリみたいなのがありますからありますね。そこしかないですよね。そこでまず有利フレーム取れるみたいな。ようやくかなり遠目から飛んで台足をすかせば有利、まだグッフレームだけですからね。確定はほとんど取れない。読みで飛ばないとこんなジャンプ見てから振り込み足払いで対応されちゃうんで。さあ掴んだ表そしてめくり、これがめくり。どうだ、これは見えないぞ。裏向きで出ている。これは一気に中心。どうだ、出すか出さないかの判断。ここでカラージャンプ。カラージャンプは暗い判定がかなり小さい。昇竜拳はつかるですが、カラージャンプですからね。何も技を出さないとね、相当勇気がいりますね。このゲームは台足が基本的に対空になるので、はい、技出すのは基本ないんですけど。おっと絡むようになった。今回はしっかり待っている。下がるのが上手い。おっと来たな。張り手を引きつけない。前に来る、そして上は見る。さあちょっとしかし今日も張り手の精度はだいぶいいですね。はい、波動きつい。この大波動だけでこの削りダメージ、きついきついきついが、ここまでは本田としては当たり前ですね。さあ前に行けるか。ここで100巻が取らない。どうだ、掴む、掴んで、ね、先ほど表は確かに投げ技外から言ってたので、はい、あ、そうですね、よかったんですけど、表の選択肢を見せたので裏に行きたかったというところですが、そこをさらに読んで、ではね、ボタン4つボタン投げ前台があるので、はいはいはい、毎回と非常にやりやすいと。4ボタンですね。4ボタン、4ボタンですね。さあしかし今度は開幕踏み込みないやし。さあこれはもう波動のテンポが完全に良くなっている。ここはもう我慢するしかない。よく我慢した。弱波動を垂直した時が一番有利取れます。はい、うわーっと、おー、近すが客観か。どうだ、うわー、上りをガードしてしまうと地上で確定を食らう。しかしおー、これは逃したか。ずっさあ画面挟んぞ。大一丁でかいぞ。昇竜師団子という感じの昇竜拳。うわー、暗い昇竜だ。唯一のチャンスが飛びが入っている。ミスモンドの気合がほとばしる。開幕はカラジャンプに行った。下がりハローだとあれで勝利権使ってるんですね。そうですね。ちょっと振り込みましたけどね。さあこれは
足払い飛んでいる。この削りダメージ、おお重くなった。これはどうだ、削っている。おーおおお、勝利へ。しかしフルに使っていくクスモンド。ネタとか言ってる場合じゃないですよ、これ。どこに行った場合じゃないですね、はい、確かに大足からの張り程度をまたなんか、はい、クスモンドなんて呼ばれる、あありましたね、はい、そういうネタが。いや素晴らしい、寄ったら殺すぞというこの気迫今のはいい避けでしたね。そうですね。さあ 2-2 まで行った。サソリの波動、ここをジャックにしてくるサソリ。さあきつい場になった。勝負狙いがアッパーが悪くないという選択肢。そうですね。さあ夜までに体力を払いたくはないんですが、もちろん。おお、今中足に大足みたいなそうですね、神山勝てるんですよね、確か龍の中足に本田の相模高級区は勝ちますね。神山勝てるというところでしたが、さあ今回はジャックまで我慢して避けました。台を早ジャンプで避けるか、ジャックを引きつけるか、はい、どっちかしかないです。前に出てくるサソリ、ここでらしさが出てきます。こんなに前をつけ出せない。これがおお、これはあるね。どうだ、めくりからのコンボ、横ため技なのにすごいコンボが見えた。さあ最終ラウンドどうなる。張り手暴れ、難しいところ、おからの裏が使う、恥ずかしいぞ。おお、いっちょ、おどうサソリっぽい、投げる、投げちゃやばい、投げはやばい、やりすぎではないのか。オリムソウがある、あー飛んでいく、クスモンドが、この試合はすごい、勝利。モンドさん一言お願いします。いやすごい試合でした。めっちゃ集中しました、ほんま良かったです、ありがとうございます。さあ勝ち残ってきたのはクスモンド。場内の興奮度がえらいことになってますね。上がってきましたね、はい、さすがに今の試合はちょっとやばすぎましたね、はい、声が出ませんでした。すごい嵐。さあ次の試合、次の試合がいよいよ、いよいよ、い先ほどの先にルーザーズをやるか、あ違うか、今度こそ、今度こそ上ですね。はい、アニケンコタカですね。そうですね。で、ウィナーズファイナルやって、はい、じゃんけんはどうなってますか。バス、ご自由に。じゃあこれも一言いただきましょう。お二人、はい、じゃあ一言ずつねお願いいたします。対戦相手が決まっているところで、どのような内容にしたいか。はい、お願いいたします、アニケンさん。せっかくですね、いつもいつも邪魔してくれるあのチュンリーが消えてくれたんでこの機会を逃すまいと優勝したいなと思いますんで、あのガイル戦ですし頑張ります、お願いします。よろしくお願いします。さあ小高商店、まあちょっと個人的にアニケンさんは個人でアシュラなんで、シュラ、まあ、その最上級の上のアシュラにさせて、それで勝ち、まあいい対戦しようかなと思います。 TBS TBS。 さあそれでは 1P2P はもう決定しているようですね。さあ 1P 側アニケン、 2P 側コタカ、はい、それではウィナーズ、ウィナーズファイナルと思いますね。ファイナルですね。さあやっていきましょう、ガイルステージでやりますね。さあこれもですね、一応解説しますと、はい、あの小高が尊敬するプレイヤーがですね、はい、剣のジャンプ大パンチは情熱の大陸という名前がついて、あの発言がありまして、はい、おっと反撃が失敗してしまいました。
なので TBS っていうのはこれ情熱タイプ、情熱タイプユーリーですね。バーサス東西戦ではおなじみとなっているようですね。うわー、今のは大、これは地に滑りだ。さあ、おそらく最初ダブルサマーの反撃を連覇にしたかったんでしょうが、はい、さあ、掴むぞ、投げ返す、あの、あのアルチョリやばいな。しかし、このアニケンの前歩きの速度が尋常じゃない。さあ、負け間に合う。さあ、中足差し込む。さあ、しかし先ほどは足に勝利を2回食らっています。あーと、行ききれない。歩いて波動拳。さあ、どうだ、ソマットは相打ちを取る。バックソマットは絶対に相打ちになるという。いや、実は龍拳さんそうでもない。あ、そうでもない。あの、まあそこまで離れてれば大丈夫ですけど。うまい、コンボが高い。コンボが高い。空飛止まるのか。そうですね。うー、サマを警戒しましたね。うおー、中足、左足。さあ、ちょっと投げる方向が逆になってしまったが、左足、これは情熱が取っちゃった。うおー、相手になる。バックジャンプ情熱、いきなりファイナルラウンド。遠くから一気にアニケンは来るぞ。さあ、これで体力どうか。さあ、まだ高は龍拳戦はソニック相当速いですね。はい。さあ、おーっと、どうだ、ここでさっと、うわ、マニアが、しかし下段の来たところ、うお、投げ返し、あんのか、あるのか。アニケンが前に寄ってくる、にじり寄ってくる。ソニックの出際、出際です。波動が出際に来ました。いやー、すごいな。さあ、ステージがどこになっちゃいますかね。あ、移動しますね。 USSR。さあ、ちょっと早いステージになると、あ、どっちがどっちともないんですが飛んでいく。うまい。さあ、裏剣白で攻めていく。しかし、このアニケンの波動拳、さあ、前に出るタイミングが完全に同じでしたね。そうそう、神谷牛で。おっとー、それは間に合わせん。そうですね、やっぱそこでやっぱりリフトアッパーにしないことがあって、まあ、今のコマツも確定しましたけど、はいはい、しゃがみくらいになったと相当クラジムが伸びるんで。あー、そうですね。だからリフトアッパーが裏切るって本当やばいんですよね。はい、本当にやばいんですよ。本当にやばい。しゃがんでくらって打点が低くなる上にフレーム伸びますから、レッパの2段目から残り時間で当たる感じですね。そうですね、トップではなかったね。はい、この試合はトタカペース、どうやった、やってなかった。さあ、レッパは着地の隙がないので空中で落としますね。ですね。おお、おお、息が詰まる。着地の隙自体はないんですけど、着地技が入るタイミング自体はあるんですよね。だから逆じゃないですか、着地の隙が1フレあるんじゃないですか。あ、そっちか。そうそうそ う, そ う, そう、だから一応コンボ入るんですけど、はい、狙わない方が、狙わない方がいいですというところですね。危ない。さあ、最後2つ巻き仕掛けていくのアニケン。うまい、今のはうまい。このステージによく差し返せる。そばっとすかして膝つかみ。おお、今のはガオシ、下段を決める。さあ、ここは無理せずガード、ガードも大事です。ガード大事。
今のスタグだったら3段入ったような感じですね。あ、そうですね。いやー、うまい。まあ、今後の凄さよりもこの立ち回りをよくこれを磨いてきた2人。弾一つでも他の相手とは一味違う。今のよくラケット出しましたね。はい、よく見ています。さあ、相打ち一つで問題ない。しかし波動拳を打ちまくるのがハリケーンスタイル。とにかく波動拳、とにかく波動拳。そして小高は全然止まない。さあ、まだ狙っていきますよ。走りはついた。体力は残り時間が追いつくのか。あ、今はちょっと昇竜の匂いが出っ歯かもしれないですね。あのやや戦で見せた。いやでもまあ、だから今流れとしては正解でしたね。そうですね、アンケンさんの流れで正解でした、はい、おっと、まずは膝つかみを取る。4回の2回蹴っている。おっと、おお、膝つかみ、早い早い早い。さっきがこもっている膝つかみ。さあ、これは下がる、下がると追っかけてくる。よく稼働しましたよねあれ、サマ出しちゃうと後ろ足に1本というのがあります。めくり立つ巻きもちょっと命がけですからね。さあ、ちょっと近かったぞ。波動を打ちまくれ、入らない。あ、2軒の波動が早すぎ。うわー、出ない。投げを確定しますね、一着だと。はい、飛んでいる。さあ、おお、ソニック、うわー、ゆち出際、飛ぶ、飛んでいく。いやー、さあ、小高必死さがアップしてきました。そうですねさあ、リーチがかかった小高。しかし、アミケンといえばこの勝負どころでの強さですね。勝負どころの強さ、まだ波動打つ。勝利絡んだぞ、勝利。2択が勝利、膝つかみ、どうだ。そのまま持っていく。さあ、真実が軽く見えてますね。これを勝てば、そうですね、ライフ2つで決勝に上がれる大事な試合。さあ、なぜかファイブ勢もちらほらギャラリーに来てますね見てください、キンデム安藤等が来ております。さあ、溜まって面白いんですよ。新しいゲームの人にもぜひ見てもらいたい。まあ、金さんはね、古い人だ。あ、そうですねさあ、小高、小高がリーチ、リーチ。ここはバックジャンプしたが、おお、何かし、アミケンが TBS で飛んでくる。どうだ、サマーマチがギリ足りないか。ガードガードしきった、落とす。勝負の場はまだまだ残っている。波動をねじ込む、波動、うわ、大足、波動、サマーマチ、波動打つ、うおーできるウィナーズの決勝に勝つんだのは小高翔天。ごめんなさいさあ、じゃあ小高さん一言。すごい試合だ。いや、まあこれが前、まあ今は亡き大船っていうやつがいたんですけど、まあ修羅をちょっと見ました。まあこのまま頑張りたいと思います。はい、おめでとうございました。じゃあね、ウィナーズファイナル勝ったということで、グランドファイナルまでちょっとお待ちください、はい。
さて、じゃあウィ、ルーザーズの方がね、あと2試合残ってますので、はい、はい、そうですね、はい、クスモンド、ユーベガということで、よろしくお願いいたします。お願いします。いや、小坂上がってきましたね。いや、気合い入ってますよ。ちょっと今日の朝とかさっき開幕した時、僕ちょっと心配な立ち上がりだったんですけど、そうですね、はい、吉尾さんのサガットに連敗という開始だったんですけども開始だったんでね、はい、非常に心配したんですが問題なくね、はい、いやむしろいつもより強いですね。そうですねさあということで、はい、お越しいただきましたので、じゃあ一言意気込みお願いします。お願いします。そうですねさあということで、はい、お越しいただきましたので、じゃあ一言意気込みお願いします。お願いします。ちょっと僕もうここまで来ると頑張るだけなんで、それとあんまりコメント考えてませんでした、すいません、はい、もう試合のことで頭がいっぱいです、すいません、頑張ります、とりあえずよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあクスモンドさんお願いします。いや、ユーベガとは昔からライバルなんですけど、彼はベガなんですけど、まあ、常に上から目線で見てくるので、今日こそは上から目線で戦いたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは、握手をしてじゃんけんから 2P スト2勢 2P 好き説あります。いや、説というか明らかに好きですはいさあ、じゃあ 1P 側がユーベガさんのベガ、 2P 側がクスモンドさんのホンダということで、よろしくお願いします。スタートボタン押してください。どうぞ。さあ、かなりユーベガさんはホンダ対策に気合を入れに入れているので、なんかくるっとになってますよね、はい、ベガでそこまでホンダやることあるみたいな感じでやってます。喜んで入ってきましたねこれはただのキャラさが見れるわけではないということでございます。さあ、開幕垂直ジャンプはいい選択肢、はい、はい、つっつきと張りと潰すと、小細工もいやらしい。そうですね、小細工は張り手バリアに勝つことができますが、まあ、見てから頭突きはね、はい、比較的簡単ですというところでございます。さあ、バックジャンプで返して、うまい、しかし大井町に行こうというところでしたが、ここはしゃがみ中キックで対抗しましたと。さあ、こかせて上、これも対応している、めくりは見えづらいホバーで対応、これは見てからホバーができます。さあ、これはバックジャンプ見ていた、逃げる、うわー、ヘッドが来る、あ、ちょっとユーベガさん体空がちょっと上手すぎますね、はい、いや、クスモンドさんもかなりいい攻めを見せているんですが、さらに対応してくる。さあ、引っかかって画面端だ、はめて、さあ、下段はガードしてるのか、この男。ベガに対するハメが一時期ツイッター上で話題になってましたが、どうだ、まだヘッドプレス上に行く、さらに逃げる、中盤めくりはガードから下段最後打ち切りはガード、リードしているのはクスモンド。さあ、うわー、5番ドンピシャ、置いておいた、さあこれやはり垂直が強いが、食らった後に頭突きが待っていた。さあ、失敗、延長です。おっと、ガードが硬いぞ、クスモンド張り手ガードしている、ダウンは厳しいが投げる浮いて逃げようとしたんですが冷静。さあ、ベガは、あとガイルもそうかな、このゲームでジャンプ移行フレームが一番短いというか、はい、ダルシムとベガが確か一番短いですね。で、はい、しかもベガは、ジャンプ方向の中盤でも投げになるというところがあって、はい、非常に逃げが、そうですね、斜め後ろに入れながら中盤を押すという、はい、でこのゲームはジャンプ移行フレームも投げられ判定があるという非常に厳しいゲームですが、まあ、ベガは比較的それでもね、はい、ジャンプ逃げやすいという形になってます。あ、地上から重ねていくどうなるになると本田が追いかけないといけないので面倒くさい。下段しゃがみ中キック、リードした後の徹底的な攻めが恐ろしいですね。さあ、バックジャンプちょっと削って下がる、この一ドット超重要ですね、はい、この一ドットは超重要。
は前に歩いたのを確認してしっかり前ジャンプ。うわー、滑り込んだが、暗い中足は張り手を延長したけど確定。さあ、相打ちになる。しかしリードしているのは本田側。これはどこかで仕掛けないといけない。うわー、マジで。ヘッド下がる。さあ、どこかでデビルリバースは冷静にガードくぐって投げる。めくりついた。頭突きはガード。逆タックの頭突き。投げる。これはさすがにめり込む。ただ画面端に追い込まれても全くこう冷静です。冷静ですね。はい、いや本当にホンダの行動すべてにリスクを与えようとしますよね。はい、さあ空洞を崩せない。しかしバックラブ。腹は悪くなかったが。投げにくる。張り手、相打ちになる。さあ待っている。上、一瞬の前に見逃したいですね、はい、バックラップ。これは下段、下段が刺さっている。さあ頭突きが来て、自分がジャンプした瞬間もう表になるのか裏になるのか瞬時にもう見極めてね、分かってましたかね、はい、今ね完全に分かってますね。最初コンボしましたね、はい。さあちょっと弱気な方はね、もう今ほとんどゴムでしょみたいなことを言ってましたが、さすがにまだこんな有利というような情勢です。さあ最後この小サイコが張り手に一方的に勝てるのがね強いですね。そうですね。さあバックジャンプ、空中からは攻めさせない。冷静にガードしている。投げる、投げる。デビルリバースは返しづらい。どうだ、投げる。おお、投げが受け身になっていない。さあこれは取って垂直ジャンプしているベガには前に歩いて払い蹴りが入るんですが、前に歩くと壁がなくなる。投げる、めくりが当たる。ピオらなかったが、ピオらないのあるんですね。あるんですね。ピオらないのあるとか。さあもう相打ち OK。 体力は取った。さあ、ゆうべがさんが先行しましたね。はい。さあ、これはもう一時期狂ったように本田戦をやっていた。そうですね。やはり成果が出ているでしょうか。月曜の平日から埼玉まで行って本田戦をやるというね。本当にあんた社会人かっていうの。恐ろしい男です。恐ろしい男でした。さあ、張りって空中ぐらいは痛いぞ。投げて画面端。投げ返 す。この精度が言う。さあしっかり小百貫を見極めたタイミングのほぼ体力負けてても粘って待つ。投げる、デビルリバース、踏む、うん、なるほど、あれが踏めるのか。さあこれは相打ちになってしまう。引き付けたが相打ちになる。さあゆうべがさんのリーチ、体力負けてる状況から持ってく判断。めくりが入るって投げる。投げに行く、投げに行くのは相当強気。あ、大い、こんなね、大井町がずっと仕込めるというキャラ特性があるので、こんなに投げに行くのは相当危険なんですが、あえてあえて投げに行きますね。さあ上から投げ返す、投げ返している。下段、下段、下段が刺さる。中段上り中で美を追っている。勝ったのはゆうべが。これが対策の成果か。さあということで、いや本当ちょっとや全然やってなかったのにここまで動けてるんでちょっと自分でも怖いぐらいで。あ、はい、ここからですね。 はい、ありがとうございます。ということで、さあ次は、ルーザーズのファイナルってことですかね。はい、なので、はい、ゆうべが VS アニケンという形ですね。はい、ドラグジャンケンボイ。さあ勝ったゆうべがとニコニコ顔で 2P を選択。さあ
さあ早いステージ拒否が来ましたので、はい、プラス今ゆうべかさんが納得しましたので、ステージは100点イングランドはセーフ、ね、はい、A ステージでございます。はい、さあルーザーズファイナル見ていきましょう。飛んでいく、めくり、さあ剣戦も相当数こなしている、はい、ゆうべかさんですが、さあこれはどういう普段組み合わせになってるのかがちょっとわからないんですが、そうですね、最高、ゲージが溜まるまでは剣が押していくということですね、はい、ゲージ溜めの行動に対してこうやって上に行くんですけど全部大勝利が落ちるということなので、はい、投げる、投げ、どうだ、ゲージ溜まったぞ、お互い前に歩いていた、お互い投げに行った、強気対強気、さあゆうべかさん今でこそ関東にいますが以前は関西の長瀬でバチバチやっていった中ですね、はい、さあ長瀬七重とも呼ばれる、はい、うちのもちろんメンバーですと中勝利開幕でマジか、投げ返す、送らせてピオル5段決めて減る、減った減った、6割ぐらい減ったぞなので剣眼もねそんな勝利じゃないですよね、剣も確かに勝利引っ掛けたら足りないキックがすげえ痛くて、はい、めくりもあるし、はい、あのそんなに打てないんですけどやっぱりある程度はね、はい、打たないとというのがあります。うわ、踏み込んでいく、そのミドルキックのスカリに台足を差し込んでいくという戦法もある、あります、あります、ただまあなるべく歯ぼけしたいですねやっぱ、はい、さあこの距離はおお。さあ冷静にガード当たらない、避けていく、大キックの減りが痛い、うわ、台足逃げているのか、これは間に合う、今の中盤キャンセルでユルリバースの逃げちょっと恐ろしいんですけど、なん、ね、ですかねあれ、地上背を繰り入れた、乗り込んだ、オーバーはしか感じていて、夜めくりが入っ、どうだ、これはゆうべがが愛されたしかし竜巻投げる、さあコンボミスがあったが取り返す、波動拳回復っていくぞ、踏んで勝利はすかしてミドル、これはゲージをお互い溜めているような状況、波動で押して上からかぶせるガードになる、一文字で次を取って勝利はガード下段、さあ大キックが痛いがついに刺さる、しかし悪くはない、おお投げ返し、これは勝利いってしまったいちいち、さあしかし相当いい試合ですね、いい試合ですね、うん、ウィナーズの小高商店と戦うのはどっちだ、さあ踏み込みが増してきた2点ですが、さあそれに日和らず優雅さんもきっちり前詰めてきますね、大キックこれが痛い、なのでさあ見てから間に合う、そう、上段逃げていく。さあ守りの方に、うわあ大勝利引っかかる、めくり逃げる、逃げる、飛ぶ、飛ぶのか、飛んで逃げるのを読んで大勝利出したがその場、あそこは大波動に対してミドルで合わせていくのかと思いきや飛びましたね、飛びましたね、はい、さあ追い詰めたが前に歩いてピタッと止まる、何かを感じたというところでしょう、しゃがみ中キックを置いてあるのも非常に憎い、飛びが入る、ここで無理しない、高めと判断した、さあゆうべのいやらしい前取りに、あ勝利をすかしてまだ死なない、ゲージが欲しいが踏んで投げる、直に投げる、大キック、大キック、この減り
かすかして画面端を背負わせた。しかし歌は竜巻、逃げ竜巻、大キックから上からかぶさって下段はガロン、おお大キック最高で、このヘリだ昇竜、なるほど大昇竜で、あーこれは出てしまった、出してしまったというところ、一ヒット、確かにベガはベガは1ヒット2回刻むと刻めないです、相当離れちゃうんですね、はい、なのでというとこでしたが、ちょっとね、一発はね、難しい連携なので、猶予は普通よりは長いとはいえ、はい、ちょっと難しいです、そして開幕であまりに突っ込んでくるこの男、投げる、強気だ、投げる、投げる、そろそろピオリチが、さあ、ミドルからベガが足で鳥かご、足で鳥かご、投げる、固めて固めて投げ、さあ、これがストリートファイター2、ゆうべがリーチ、リーチです、開幕から気合の中昇竜はすかす上投げる、負けてないぞ、ゲガガード踏んでミドルすかして投げる、あれどうだ、最後間に合わず、まだまだ負けられない、上くぐる、飛びは付き合わないか、さあ鳥かご投げる、二択は投げ返す、昇竜飛んではいないぞと、おお、しかしまだ投げる、投げる、さあ有名だ、さあ竜巻がヒットする、ここでイーブンに取り返す、さあ、二軒さん先ほどが緊張してると言っているが、さあダブル2でカップス、さあ下段を刻むが昇竜ヒット、下段暴れる投げる、昇竜を透かした、さあ最高、突っ込んでくるぞ、ずらして、このずらしがって強いね、絶妙ですね、絶妙、さあ、波動モードにさせないとかなり早めにサイコとね、ユイを使ってるように見えます、はい、フォア選択、逃げる、踏んで、剣の波動は比較的ヘッドプレスしやすいが、大キック、ここは波動が間に合う、二択は膝、なんでドワーッと、さあ、勝利すかし、ゲラーピオレーピオッター、ユーレが勝ち、勝ったのはユーレが、さあウィナーズブロック、ルーザーズブロック勝ち残ったのはユーレが、さあということでいよいよグランドファイナル、はい、さあグランドファイナルは、じゃあ投資でやりますんでね、そうですね、よろしくお願いしますというところですね、小高が、じゃあ小高とゆうべがさんよろしくお願いいたします、はい、お願いします、じゃあ一応小高が、ライフありの状態ということなの で、ゆうべがさんが勝つには3回勝った後もう1回3回勝たなきゃいけませんと、で小高は、そのセット内で3回取れば勝ちです、そうですね、というルールになっておりますが、まあ一言まずいただきましょう、いただきましょう、はい、ということでルーザーズ勝ち上がってきたゆうべがさんお願いします、はいお願いします、いやもう本当ここまで勝ってこれると思ってなかったんで、まああと一つ、あ、2回勝たなきゃいけないんですかっけ、2回勝たなきゃいけないですね、ちょっとまあ今の小高に2回勝つのはしんどいんですけど、とりあえずおっさん代表として頑張ります、はい、ありがとうございます、さあ猛者を倒して駆け上がってきた小高商店お願いします、はい、まあ、あと、まあ、刹那、神髄、本質、真実、最後
真実を見せたいと思います。まあ、ガイル・ベガ特別大サーズセールということでよろしくお願いします。はい、どういうことだか分かりませんが頑張ってほしい。緊張しているのと気合は伝わってきた。さあコタコはどっちを選ぶ。 2P、 さあ相談をして、特にステージにこだわりはない両者。どちらかというとゆうべかさん早いステージの方が得意なイメージはありますね。うん、そうですね、うん、乱戦に強いということで。さあしかし、そして今日の方が結構いい仕上がりをしている。そうですね、はい、本当にいい仕上がりをしてますよ。ちょっと機材は大丈夫ですか。はい、さあということでこのグランドファイナル、さあ割と試合自体が面白かったですが、はい、この組み合わせね、なかなかみんな予想できなかったのではないでしょうか。そうですね、うん、オトチュンさんがまさかの負けと、1回も勝てずというところですね。そうですね。さあすいません、ちょっと、機材調整が大丈夫そう。配信問題ない、はい、はい、じゃあ配信上は問題ないということですので、はい、ではスタートボタンをよろしくお願いいたします。はい、さあおそらく最もバーサスでこの2人対マンしてるでしょう、はい、この西日暮里ゲームバーサスでこの2人が決勝と、その若き頃のこのまだ小高さんがまだまだやりかけの時は小高さんが負けに負けてもお金なくなったんですけどと言ったら、ゆうべがさんが千円札をす無言でスッと渡してまだやれということもあったんですが、小高は8時半に大船で仕事なのに6時50分までここでやったというような、そんなギリギリのねやってましたね、はい、さあそんな中始まってこの距離ソニックを打つ、投げに行った。さあ投げに行ったのは今日のコタカはちょっと強気ですからね、はい、そういう選択肢もありますでしょうか。大キック、やはり先ほどのガイル戦も大キック、うん、はい、さあ相打ちから冷静に、さあこれで画面端が絡んでくるとちょっと難しいところ、さあ相打ち OK の出川はさあどうだ、待てるか、ている夢が来るなら来いという感じの姿勢。うわー、ヘッドプレス、ここでヘッドプレス打つしかないソニックに合わせていく。さあソニック、ゆうべがかなりいい様子を見ている。さあどうでしょう、先ほどの野試合で少し小高が連勝してた場面がありましたが、サマー打つ、サマー打つ、どうだ、めくりが入っている。もう一回めくりはガード冷静。さあ今度は1点追い込まれたゆうべが、どこから危険を作っていく。サマー潰される、端っこは難しい、投げる、投げる。さあこれは残り軽すぎてね、はい、行っていいでしょうというところでしょう。さあ今度はちょっとずらしてソニック、コパンを振ったのはダブル2に正解でしょうね、はい、開幕ソニックは開幕中ダブル2には一歩負けします。あー距離を取る、距離を取る。さあデビル2番にはつけようない、ゆうべがですが投げ返し、今日の小高は投げ返しがうまい、うまいスポット、投げ返す、投げている、うわーっと飛び越し、飛ぶー、アッパー、アッパー、裏切らず、裏切らない、神髄を見せるといった。さあ1本取って、さあかなり調子が出てきたが、さあゆうめがさんとしてはまずリセットしたいというところですが、さあ、ね、大キック、相打ちを取っていく、投げる、ちょっとめり込んだか、投げたものがガイル、飛ぶ、またちょっと振りも飛びしましたかね、
運が悪いだった。これは逃げられない。ソニックから相打ち、相打ち、相打ちだけど減っているのがガイル。踏んで、これは冷静。まあ冷静というか、割とこっち来るんですよね。はい。なんといっても、このベガうまい、うまい、これはうまい。から、暴れる。ちょっと重ねを失敗したというところ。さあ、コタカがリーチ。これは、どうなんだ。追い込まれたユーベガは怖いぞ。まあリセットすれば連勝してるんじゃないね。はい、はい、ソニック踏ませる、めくりが当たる、めくりが当たっている。さあしかし今度はメガ逃げる。一旦サマーで逃げるのはあり。投げる、さあどうだ、逃げるか。ソニックモード入るか、前に歩く。これは潰す中パンチか。さあ互い動かない。さあ相打ち OK だが、ちょっと技は出しづらいか。中パン、それでに珍しい。だー、打点がちょっと高かった。トルネイディは最高の対空。コタカ珍しいですね、これに使うの。この土壇場であれが出るのは言葉的にもかなりいい土壇場だと思うんですけど、はい、最後めくりがチェック入って中盤まで下げられるんでそこはちょっとあれでしたね。さあ投げてめくりはガード返す、簡単には知らないぞ。めくりが当たる、めくりが入る、当たる、それはさあこれはユーベガが運がいい。後ろからバカタレと。さあ1本は落としたものの未だリーチは健在。無敵カラーに戻して切り替えていきたい。さあこれは当たらない、危ない、地上でガードになる。さあソニックは避けて、なんだ、投げるぞ、投げ返しがいいですね。さらに来てる上にちょっとユーベガさんが投げを仕込んでないので受け目通ってないですね。さあ追い込んだ、食らう、相打ち、下段、二択が下段、あそこで下段。さあサマは踏まれる、開幕のヘッドでちょっと恐れ様がダメなんですよね。投げ返し、やはりこの今日は投げ返しされてますね。めくりも食らわないぞ。サマーはガード、しかしそこはサマーガード、ゲダー、ここでゲダー、一気に2本取り戻すぞ。やはりユーベガを追い詰めると怖い。さあ、2-2の1本目。さあ、とりあえずリセットすれば、また2回負けますからね、ユーベガさんはね。おっと、裏切った、ちょっとこの土壇場で、裏切りはまずい、裏切りの発生は非常に危ないぞ。一旦追い詰めてはいるか。うわー、ピオル、あと遠いか。ダブルが出ず、投げる、あの距離ダブル出してもどうかね。ちょっと微妙なところでしたね。さあしかし絶対にやっつけるという気合が見えたですね、はい、割と難しいことはあまり狙わない小高ですが、ガードめくり本当に食らわないぞ。固める、固める、見える、おお打ってきた。しかしユーベガさんもガード、シャーミチューニック、ソニックと中足飛んでく、投げる、うお、上にいる、上にいる、サマーで待っている、どうだ、
うわー減った減った減った、そうですそうです、先ほど逃したコンボ、先ほど逃したコンボこれですね、やり直した。さあリーチをかけた小高、ソニック打つ、ソニックうまい、さあ相打ちは悪くないか、どうだ、おーいいバウンストレート、さあ小高がリーチをかけつつリード、ジャックソニック連打は厳しい、さあ踏ませる、どうだ、当たる、グリグリが入っている、これはバコンで一旦逃げるが、うわー神中キック、我慢しきった、勝ったのは小高小高負けなし、ストレート勝ち、小高がさあ負けなしで、いやそれでははい、じゃあ優勝した小高商店にインタビューをしたいと思います、はい、お願いします、じゃあ僕のマイクをじゃあ渡して、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、いや、そりゃベルトも取れるわいや、ほんとこれお前、隣に女性いんだぞ、お前あ、ミキちゃんいや、いや、ほんとちょっとこれ、ほんとにちょ、これいや、ほんとこれちょっと言葉が見つかんないですね、ちょっとここまで来て、いや、ちょっとね、涙腺がちょっとやばいです、ありがとうございます、まあ小高素が出ましたね、珍しく、まあこのゲームちょっと、まあ24年目ですか、ちょまだ富士山の2合目だと思うんですよ、まあこれまだまだ、まあ、長く続くと思うんで、このゲーム、まあこれ見て、まあ、X ガイルもっと人口増えればなという試合ができたかと思うと思いますんで、今日はありがとうございました、おめでとうございました、皆さん大きな拍手お願いします、いやすごいすごい、はい、はい、じゃあは今トーナメントに出場いただいた8名の選手の方、ちょっとお越しいただいてよろしいですか、ちょっとサシスさんは出てないんでちょっとどいてくださいねさあでもね、サシシもね、もう古くから横浜でもう10年以上ね、はい、これは嬉しいでしょうね、やってる中ですし、はい、そうですね、では、じゃあはい、一言ずつ、じゃあ小高言ったのでね、はい、はい、じゃあじゃあ優勝候補だ優勝候補だったおとしゅんさんから、じゃあまずは小高さん優勝おめでとうございますもう熱い試合ばっかりで本当にもう感動しました、よかったこれから僕を弟子にしてくださいまあでもね、今日は必要枠という枠で多分僕は出てたと思うんですけど、その僕が早々と消えたおかげでね、なんかこういい試合っていうか、そのなんかスト2の真髄みたいなものがいろいろ見れたと思います皆さん満足したと思います僕の優しさをちゃんと汲んでください今後ともよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、アニケンです、ちょっと傷ついてますけど、優勝した小高君と準優勝のゆうべがに、どちらにも負けたのは僕だけなんで、その一番たくさん試合できてよかったです、ユーディルさんありがとうございました、お二人ともお疲れ様でした、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ小村さんいきますか、はい、ありがとうございました、いやまあそうですね、こんなもんかなという感じもちょっとするんですが、まあそうですね、
次、またゴールデンウィークに 5on5 の大会があって、まあ、そこにも出る予定なんで、はい、ちょっとこのまままた来週の火曜日から日本にいないんですがちょっと継続してやろうかなと思ってます。出張ハメがほんまに最悪ですね。ただやっぱりね、ちょっと今回の大会でやっぱり小高すごいというか良かったなと思います。こういう、はい、なんて言うんでしょうね、本当にガイルでちゃんとねこう勝ち切るっていうのは難しいのに、やっぱりしっかり勝ったっていうのはやっぱりすごいなというところを真摯に受け止めて、まあ、あの5オンチームメイトなんで良かったなというところで、はい、小高頑張ろうな、はい、じゃあまあそんなところで、ユディさんありがとうございました。本当にまた機会があったらよろしくお願いします。あれ、白虎でもうメンバー決まったんですか今年？それ普通に聞きたいんですけど俺前カメラこれ、カメラこれです、はい。いや、まず小高おめでとう。いや、小高さんおめでとう。いやマジすごいプレーだった。いやこれがチームメイトってなんかすげえ心強いんだよ。あの 5on5 うん、 5on5 も頼むよ。じゃあユーディルさん、まあユーディルさん、素晴らしい大会開いていただいてどうもありがとうございました。ぜひ第2回を開いていただければ、まあ、もっと修行して、まあ、小高さんを倒すために、ね、一丸となってちょっと挑みたいんでね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でございました。おめでとうございます。おめでとうございます。小高さんおめでとうございます。ちょっとねいいとこはあんまり見せられなかったんですけど、まあ、やりたい、もっとやり込んでリベンジしたいんですが、まあ、いろいろバタバタもしてますんで、はい、来月再来月もしあるんだとすれば、サシシ君に、ね、パスして今日チラチラ映ってましたけども、そう何せですね今回彼を出したかったんですけどみんなね、そうですね、まあ、龍2体いてもいいと思うし、ぜひぜひ、これからの龍の活躍も応援しつつ、5でもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。まずは小高くんおめでとうございます。それと小高さんおめでとうございます。いや何よりもユーディルさん、今回こういうような大会をこんな昔のゲームで企画してくれて本当に感謝してます。今回招待された8人っていうのは強いっていうところもさるものながら、それぞれものすごく個性が光ってる人たちだと思います。自分は、まあ、不器用代表でものすごい緊張しいなんですけど、まあ全国のスト2プレイヤーにこういう人間でも、まあ、大会盛り上げてちょっとでもそういう動きしていけるっていうことをずっと続けてたらあるんやよっていうことを、まあ、見せたくて参加させていただきました。まあ、今日ちょっと午前仕事して明日も始発で帰って仕事なんですけど、もう疲れを本当に忘れるぐらい集中させていただきましたし、ものすごく楽しませていただきました。また機会があればぜひ呼んでください。ぜひ盛り上げさせていただきます。ありがとうございます。おはようございます。小高さん、優勝おめでとうございます。いやもうこれでもうスト2業界も世代交代したのかなっていう、なんですかね、そういう感がありますよね。いや全く思ってない、はい、いやでも本当に、小高くん、ツイッターで、ぶっ殺したいリストをつぶやきますんで、1位おめでとうございます。また来週からやりましょう。おはようございます。さあ、じゃあ小高さん一応締めっていうか、まあ何ていうかね、一応あなた先月も優勝してるんですよね。だからちょっと3月4月は君の月だったなっていう感じなんで、ちょっとこの3、4月総評を総評お願いします。まあちょっと神髄足りないですね。もうちょっと
まあ、我慢強く、まあ、その我慢強く対応するのが、まあ、ガイルの役目なんで、まあこれちょっと逆にこれ冤罪あるな、ちょっと冤罪あるんで逆にね、逆にいやまあでも非常に疎通っていう、まあ、ゲームと、まあ、ガイルの素晴らしさを、まあ、見せられたと思うんで、まあまだまだあと自分試案制御は間違いなくやるんで、まあ永遠ですガイルは。まあ本当嬉しいです、はい、ありがとうございます。あ、ムテガエル優勝しました。はい、おめでとうございます。さあさあ、というわけでね、はい、はい、3月4月ことが優勝ということで、そうですね、さあめでたくガエル業界も盛り上がってきましたということですが、どうですか尺の方はまだ、あ、締め切って OK ですか。はい、ということで、以上をもちましてお送りしておきましたディールストリートファイターオールバトル、ストリートファイター 2X トーナメントは終わりとなります。はい、すいません、じゃあ、トロピーも一言。はい、はい、まあ、この素晴らしい大会に、まあ、解説という形で参加させていただいて、まあ、お邪魔じゃなかったらよかったなと思います。また皆さん、楽しくスト2しましょう。じゃあちょっと二階さんも一言。はい、ちょっとスポット参戦させていただきましたけども、とんでもないです、ありがとうございます。すごい試合ばっかりでしたね。いや盛り上がりましたね。僕ここに座る前にガヤでやりすぎて、はいはいはい、もう喉痛めてましたんで、はい、ちょっと俺前半今日飛ばしすぎたなと思って。そうですね。ちょっといやすごい試合ばっかり、ペースタイムがもうできなかったですね。あーひどかったです。いや盛り上げた上で小高かっちり優勝、うん、これちょっとバーサスとしては嬉しいですね。バーサスとして嬉しいですね、はい、もう地元という感じで、盛り上げてくれた参加者皆さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、それではありがとうございます。はい、はい、すいません、吉尾でございます。私はねスト2に限らず4、5等々もいろいろやって、この番組とはだいぶ関わっていくんじゃないかと思いますが、はい、フルスナルスト2でね、皆さんに応援させてもらってですね非常に嬉しい気持ちです。ありがとうございます。お疲れ様です。またね、小高とは非常にガイル使いということで、長く一緒にやっておりまして、いろんな攻略とかね、あと、まあ、こっちがいろんなキャラ使って彼の練習相手したりとか、いろいろ、まあ、そういう長い歴史がありましたので、ちょっと彼が優勝というのは私にとってもちょっと、感慨深いというところでございます。またおめでとうね。はい、なのでたまにはですね攻略情報を僕から教えるだけじゃなくて彼からも何かいただきたいというところなんですけど、教えてくんないんですよね。教えてくんないですからね、はい、からね、そこだけは直していただきたいと。あそこはちょっと真実がみたいなそういうところでございます。はい、はい、でですね、この番組はですねストリートファイターシリーズすべて網羅しておりますので、はい、次回の番組は、どういうことになるでしょうか。まだ未定、まだ未定ということで、はい、まあ4や5であればね私も関わるようなことがあると思いますので、はい、そちらの方もよろしくお願いいたします。はい、じゃあということで、はい、締めということで皆さん、長らくご視聴、皆さん、ね、選手の皆さんスタッフの皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。また次の番組でお会いいたしましょう。さよなら。